報道するラジオ新春スペシャル、トランプで世界を占う。あーいや、引っかかる、その裏側にこだわる報道するラジオ。明けましておめでとうございます。水野明子でございます。報道するラジオはいつもは月曜日の夜8時から9時までお送りしているんですけれども、今日は新春スペシャルということで、この時間6時半から登場させていただきます。そして今日も9時までお届けしてまいります。私と一緒にこの番組をですね、お話しくださいますのは、同志社大学教授、イスラム世界にお詳しい国際政治学者でもいらっしゃいます、内藤正則さんです。どうも明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうもよろしくよろしくお願いいたします。本当はその新春なので明るい話ばっかりできたらいいんですけど、はい、世界は本当に私みたいな素人が考えただけでも、うん、えらいことになってきております、はい、まずもってうちの番組タイトルがトランプで世界を占うって、普通ちょっと前までやったトランプのカードゲームでね、占うって楽しむかなみたいな言葉ですよ。それがもうトランプ次期大統領で、そうですね、世界どうなるっていうところですよね、うん、アメリカだけの問題でも本当になくて、まあ、日本もちろんそうですけど、中東とかアフリカ、それからヨーロッパに対してもね、このトランプさんの次期大統領の政権というものが与えるインパクト、まあ、いいか悪いかはまだね、もちろん断定はしませんけど、はい、かなり大きな影響を与えますね。いろんなところに影響してくるんでしょう、はい。それは私たち自分のその生活とも決してそのかけ離れたものではないっていうことだと思うんですね、はい。そしてその2017年、今おっしゃった、まあ、いろいろな世界のあちこちで影響が出てくるというお話、もうすでに大きな出来事が2017年起こっております。トルコの一番大きな都市でありますイスタンブールの中心部に、はい、あるナイトクラブで銃の乱射事件が起きました。1月1日未明のことですね。現地時間の未明なんですが、39人の方々が死亡したという、これテロ攻撃だというふうにイスタンブールの知事さんは非難をすぐさましたんですけれども、はい、先ほど情報が入ってまいりまして、イスラム国 IS が声明で犯行を認めたという情報も先ほど入ってまいりました、はい。このナイトクラブってなんか海外からのセレブもよく訪れるような、うん、ナイトクラブって言ってますけど、高級レストランプラス、はい、まあ、夜になるとダンスなどができるということになっていて、おそらく日本の駐在員の人たちも接待などで使っていたところですね。私は行ったことはないんですが、前は何回も通ったことありますけど、トルコイスラム圏ですから、まあ、ナイトクラブって言っても、まあ、せいぜい お酒が出るとかですね、それからお酒出ます、それから割と派手な格好をして、こう露出の大きい服を着て踊りを踊っているというような場所ですから、まあ、もちろんイスラムの過激派からすると、けしからんと。お酒は飲むわ、派手な格好で肌を少し出してるわ、それ許されないという、まあ、見方を彼らはする。ただしトルコってイスラムの国じゃないんです、あそこは、かなり今の大統領や政権はイスラム色強いですけど、まだ憲法上は世俗の国といって、イスラムがイスラムの法律を使っちゃいけないことになってるんですね、はい。ですから別にお酒も作ってますし、そうか、飲む飲まないは本人の自由ですが、まあ、もちろんお酒出すレストラン出さないレストランとあるだけで、飲んじゃいけないっていうことも何もないんですね。ですから今まではそれでイスラム世界の中にあっても、まあ、そういう点で自由が認められている国だったんですが、寛容な国と言ってよかったかもしれない、はい。やっぱり世界のいろんなところでその寛容さっていうものが失われてますね、失われてきているという、なんか象徴的な出来事から2017年始まってしまいました、世界はどうなっていくのか、そして私たち日本はどうなっ
って、いくのか、はい、まあ、今日はですね、世界各地とつないでお話をさせていただきますので、はい、お聞きの皆様からもぜひ質問を受け付けたいと思っております。今日はですね、ニューヨーク、それからモスクワ、またロンドン、このロンドンからは EU 全体、ヨーロッパ全体の話をしていただきますし、はいはい、台湾からは、アジア全体の話もしていただこう、はい、中国の話ももちろん出てくると思いますし、そして内藤さんは特にお詳しい中東のお話、はいはい、こちらも聞かせていただこう、そういうふうにして世界全体をですね、まずはこう見て俯瞰して1年を始めたいと思って、そうですね、はい、おります。皆様どうぞ、各地のリポーターの方々、あるいは内藤さんにご質問をお寄せになってください。メールファックスでお待ちしております。宛先はいつもの報道するラジオの宛先でございます。ファックスは大阪 06-6809-9090 06-6809-9090。 メールの場合は報道するラジオのホウです。 HOUアットマーク mbs1179.com ホウアットマーク mbs1179.com でお待ちしています。報道するラジオ新春スペシャル、トランプで世界を占う。今日は世界各地とつないでまいります。まずはアメリカです。ニューヨーク在住ジャーナリストの北丸裕二さんとつながせていただきます。北丸さん、どうもおはようございます。あ、おはようございますなんですね。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー、はい、おはようって何時ですか？今4時38分27秒です、ね、わ、そんな時間のニューヨークは寒そうですね。うちのですね、今部屋の暖房が切れちゃってですね、もう極寒状態です頑張って喋って温まってください。言われてます、本当に。今年はもういよいよ1月20日トランプさんが正式に大統領就任、その新年を迎えているニューヨークの皆さんの雰囲気っていかがですか？ですね、あれからまあ2ヶ月近く経ったわけですけれども、そのショック状態と怒りと興奮からですね、はい、だんだん冷めてきてですね、諦めムードが出ます、ね、諦めムードになってきました。というのは、つまりトランプ新政権というもの、まあ、総得票数で300万票ぐらいクリントンは上だったんですけれども、うん、結局この流れといいますかね、そこに向けてドドドドと進んでいく、このなんか歴史の大きな力がですね、やっぱりこう感じられてですね、それがやっぱりニューヨークは、まあ、リベラルの牙城なんですけれども、それがだんだん結局諦めムードになっていく、しょうがないなっていう感じなんでしょうね。そうなんですか。そんな中で、まあ、新しいところではですね、ロシアによるサイバー攻撃の話が出てきてますよね。はい、ロシアがアメリカ大統領選挙を標的にしたサイバー攻撃をしたとされる問題で、はい、オバマさんはですね、ロシアの外交官35人を国外追放という措置を取ったんですね。で、それに対してトランプさんは、いや、ロシア以外の誰かがやった可能性もあるやんかって、まあ大阪弁じゃないけど、まあ他かもしれへんやんみたいなことを言うてですね、まあ全然違う対応を見せているという感じですが、これってもともとね、オバマ政権、はい、オバマ政権というか、アメリカの情報機関というのは全部で17ぐらいあるんですね。ほう。で、まあ、CIA とか FBI とかは筆頭にしてですね、まあ、あとは軍のものとか全部ありまして、はい、それが全部結局ロシアというものを示唆しているわけですよ、そこの調査が。それに関して一致してるんだけど、昨日のそのトランプさんの発言では、私は実はみんな知らない情報を知ってるんだと、それによるとロシアとは言えないかもしれないっていう、そしてまあそれが 2,3 日のうちに明らかになるだろうというふうに言っているんですけど、でもそれは内部情報なのか、それともまた土馬のあたりの言っているその外部のなんか偽ニュースサイトみたいなところの情報なのか、はっきりしないし、それにどれだけの正当性があるのかということもわからないわけですよね。はあ、で、こう
そういうなんていうかな、それも次期大統領ともなる人がですね、自分たちの国家情報機関を信じないで、そういう情報を信じて、そしてまた例によってその国家機密情報、民間機密情報やなんかを毎週毎週毎日毎日ブリーフィングされるんだけれども、トランプさんはそれに関してまだ 2,3 回しか受けてないんですよ。そうなんですか。そうなんです。毎日毎日もう缶詰状態で勉強するんじゃないんですか。それを拒否してるんですね。拒否ってできるの？まだ就任してませんしね、まあ、ホワイトハウスにガンギラムにされてるわけじゃないから、昨日私は今日はパーティーだと、まあ、昨日あたりもパーティー自分のホテルでリゾートホテルでやって、5000万円ぐらい大儲けしたらしいんですけれども、5000万儲けって、すいませんどういうことなんですか。パーティーやって5000万儲けるって、あのね、フロリダのリゾートホテル、トランプリゾートホテルがあるんですよ。そこで、チケット参加費がですね、$545っていうから6万円とか6万5000円とかなんですけれども、それに800が寄り出したんですね。でそこで結局リゾートホテルの大晦日のパーティーだっていうことで、トランプさんも登場するよって売り出して、それが完売したと。で完売して結局5000万円丸儲けだって。これそれはトランプさんの所有のホテルだから、その利益は全部トランプさんに入るわけなんですよ。でもその辺も結局利益相反してるんじゃないか、まあ、大統領職っていうのは個人的にはその大統領に関する利益相反の危険はないんだけれども、まあ、いわゆるその良識としてそういうことはいけないとされてるんだけれども、結局大統領職を、利用してお金儲けをしているみたいなことがね、まだ言われてるんですね。はあ、これから大統領になる人と会えると思ったら、それは5万円出すっていう人もいるんでしょうけど、6万出して、それが全部で5000万丸儲け。6万、7万ですよね。はあ、つまり、まだお金儲けに執着あるんですか？もうすでにいっぱいお金あるんでしょう？実は12月の半ばに、トランプさんはですね、その自分のビジネスと大統領職を切り離すためにきちんと不分けをして、自分の財産をどこかのトラストに預けるとか、それから相続、息子たちにやるとか、そういうことをちゃんとしてまとめて切り張りしてですね、それを発表すると言ってたんです。ほう。ところがそれ発表してないんです、まだ。へえ。全てね、そういうふうにしていろんな問題が例えばあるんですね。それこそロシアとの関係、トランプさんというのはですね、世界各国でトランプのインターナショナルというのはですね、世界20公共されているだけで24カ国144の事業に関係しているんです。ちょっと待って、144の事業に関係している会社のトップなんですか？はい、そうです。それだけじゃなくて、そこには政府の認可事業というのがあるわけですよ、外国政府の。外国政府と一緒になってやってる事業もある。そうしたら利益のありようというのはですね、その国その国の国策とも関係してくるから、大統領がそんなことやったらあかんでしょう。その大統領がそういうことやって断れる外国の政府っていうのがいるのかどうかってことですね。アメリカのね、アメリカの大統領に対して断れるのかってことですよね。そしてそれがアメリカだけじゃなくて、結局トランプさんの企業の収益になっていく、そういうことが続いていて、それもまだ未解決のまま、というかそういう問題が多すぎてですね、メディアもですね、ジャーナリズムの機能としていろんな調査報道、もしくはそれに対する論評であるとかっていうのが追いつかないんですよ。つまりトランプさんはビジネスマン、もそれも世界中のいろんな、まあ、各国政府のと一緒にやるような事業も含めて進めてるビジネスマンのまま大統領になっちゃうかもしれないって意味ですね。まさにその通りなんですが、それはトランプさんだけじゃなくて、はい、トランプ政権の顔ぶれってのはどういう人たちかというと、まず一つは一番最初に発表されたいろんな軍人の人たちがいます。はい。ところがその軍人もその まっすぐ なんていうんですか 軍人の中のコミュニティの、いわゆる保守本流の人たちではなくて、はみ出し者の人たちが多いんですね。軍人だった人たちが多いとは知ってたんですけど、そこで軍人仲間の間で、
ちょっとあの人はどうなんて言われてるみたいな人ですね、つまり。大統領の補佐官になるマイケル・フリンっていう人なんですけど、フリンはですね、かろうじて正気とつながっている男って。ちょっと待ってくださいよ。かろうじて正気とつながっている男。すごい、はい、そんなこと言われてる人が何やるんですか。その人は補佐官になっていろいろ顧問するんですよ。あ、それでか懐刀なんですね。彼はどういう人かというと、エキセントリックな人です。はい、例えば、うん、この間ほら、ピザゲートというのがありましてですね、はい、ワシントンのですね、あるピザ店がですね、実はその自動売春の巣窟になっていて、そこのピザ屋さんにですね、クリントン、ヒラリー・クリントンが関係してるんだというようなデマニュースが流れたんですね。デマだったんですか。デマニュース、デマなんですけど、はい、そのデマニュースを自分のマイケル・フリンがですね、うん、自分でツイートして拡散して、うん、でその息子のフリンもですね、息子もいるんですけど、こいつも閣僚を狙ってたんで、政権入りを狙ってたんですけれども、はい、彼もツイートして、でそれが嘘だってことが分かっても、うん、それで、もう嘘だと証明されるまでは、真実だって言って、それをツイートを取り消せなかった、そういうような人って親子なんです。でもね、ツイートをした内容がデマだったということが明らかになったら、その時点で補佐官として入ることは普通ダメでしょうって、首に、まあまあ首っていうか就任させないのが普通じゃないんですか。はい、おっしゃる通りです。でもそのまんまお咎めなしですか。なので、だから普通じゃないことが起きている、いわゆる前代未聞のことが今起きているということですね。それだけじゃなくて、はい、例えばゴールドマンサックスの人だとか、はい、エクソンモービルの人だとか、もう一つはそのいわゆる企業の金融会だとか実業界だとかの、いわゆるそのビジネス界の重鎮が入っているということ。もう一つはそのいわゆるウォールストリートですね、はい、その人たちが入っているとい、それでその閣僚の総資産がいくらかと言いますとですね、閣僚の総資産ね、はい、うん、他の人たちが持っている資産が全部合わせると300億ドル。え、それはなんぼのことなんですか。3兆5000億円です。3兆5000億になるんですか。ウォールストリートジャーナルはこのトランプ新政権を歴史上最も富裕層によって作る、大富豪によって作られている大富豪内閣だというふうに言ってますね。大富豪内閣は内閣と言いますか、政権ですね。大富豪閣僚でね、まあ、はい、軍事やら経済やらいろいろありますけど、例えば経済状況はどうなるのかっていうところがまず占ってみましょうか。いや、はい、日本のね、ビジネスマンの中にはね、うん、あるいは財界の人の中にはね、やっぱりビジネスやって成功した人たちが舵取りするんだから、アメリカ経済は良くなって、その余波で日本経済も良くなるんだとかっておっしゃる方もいらっしゃるわけですよ。そうですね。どう思われますか？まず一つは、トランプの公約の一つである、連邦法人税の減税です。減税、これは例えば、35% なんですけど、今現行 35% なんですが、それを 15% まで減らすと、うん、そうするとこれは結局企業が潤いますね、はい、企業の内部留保が増えて、それが前の大統領選挙のミトロムじゃないんですけれども、いわゆるトリクルダウンをして、お、まあ、再び落ちてきて、久しぶりに聞いたわトリクルダウン。そう、再び落ちてきて、はい、利益が再び落ちてきて、うん、一般大衆、一般労働者のところにもお金が回るようになって、はい、それで万々歳だというのが景気よくここでの構図なんですね、うん、だからそういうことを考えていると、いわゆる風が吹けば桶屋が儲かる式にいろんな論理が通用するわけで、果たしてどうなるのかっていうのは誰にもまだ分からんのですよ。でもう一つ、はい、トランプの閣僚たちの資産、先ほど言いました300億ドル、うん、それの相続税なんですが、はい、トランプさんはこの相続税も廃止すると言ってる。いや、そんな、大富豪にとって一番嬉しい話じゃないですか、相続税廃止って。おっしゃる通り、そうするとこれ最大に見積もるとですね、ああ、
この閣僚たちのですね、計90億ドルと見られている、90億ドルって1兆円以上ですね。1兆円以上、それを、うん、その相続税がゼロになるんですから、みんな万々歳なんですよ。わあ、閣僚大喜びみたいな、すごい政策ですね。まあ、トランプ自身もそうですけれどもね。いや、トランプさん自身がそうですよね。うん、そうですね。自分の資産を子供に譲るのに。そうですね。はあ、そんなこと聞いて、アメリカのその有権者の皆さん、トランプさんに入れた人でもさすがに怒るでしょう。というふうに、いわゆる、開けてみたら本当に労働者の味方なのかという、そういう意見も出てきてます。ところが、はい、共和党というのはそもそもですね、そういういわゆるその労働者層、保守的な労働者層と、それから富裕層、富裕層の人たちの小さな政府を標榜していて、今でいわゆる政府は余計なことしなくていいんだと、我々がちゃんとやるから規制も外してくれ、それで税金もあんまり取らないで、で調停役だけに徹してほしいんだということを言ってるわけですね。だけでそれと共和党というのはもう一つは、その保守的な、あのいわゆる宗教的に敬虔な人たちだとか、そういう人たちを取り込んで、つまり経済でいうと上と下と一緒になって、その保守という言葉でよって魔法の言葉でつないでですね、それで、票を獲得している、そういう党なんですよ。そういう矛盾がですね、今回実によく出て、実によくっていう言い方はおかしいです。なんていうか、本当に如実に現れてしまっているという形でしょうね。北丸さん、よろしいですか。はい、はい、内藤先生どうぞ。内藤です。大統領選挙の時にだいぶその批判を受けていたマイノリティの人たち、まあ、移民の人たちに対して非常にその阻害するような政策を取るんじゃないかと言われていましたけど、その点今の空気はいかがですか。マイノリティ移民政策っていうのは、実は大統領、オバマさんが大統領令で出したものなんですね。はい、うん、それ何かというと、結局今ずっと住んでいる人たちを即こうやって法の名のもとに国外に退去させて追放してしまうのは人道的にも難しい、難しいし、それはいけないことだということで、オバマさんが言ってみれば500万人に上る不法移民をどうにかして合法的に取り込んで、うん、その人たちにも税金を払ってもらって、そして正規労働者としてアメリカ国家の中に貢献してもらおうというふうな政策を取りました。はい、ところがそれが大統領令だったもので、トランプさんは、トランプさんのスパイカーっていう補佐官がいるんですが、うん、この人がですね、就任式の当日にその大統領令のいろんなものをですね、全部廃止してる、全部大統領がやった大統領令を全部撤廃しようというようなことを言ってるんです。ですからそれがどこまでが可能なのかよくわからないし、それがどの大統領令を立つのか分かってないんですけれども、トランプさんはまずそういう移民政策の、前から言ってますからね、合法移民が出てきてみたいな話、メキシコに壁作るんだ、国境に壁作るんだっていうような話、そういうことで大変戦々恐々とした状況が移民の人たちの間では強いですね。一体自分たちがどうなるんだろうかというのは分からないからですね。そうですね。それからイスラム教徒に対しても大変否定的なことを発言して、まあ、私後で中東の話をしますけれども、はい、中東側からもそのトランプ新政権一体何をするのか、大惨事を引き起こすんじゃないかという懸念がだいぶ高まっているんですけれども、今のところそのアメリカでの見方いかがでしょうか。この間そこで、つまりオバマ政権は今、なんていうんですか、最後のあがきといいますか、うん、トランプさんに好き勝手なことさせないぞということで、一つはそのこの間の国連のイスラエルのですね、入植者避難決議がありましたでしょ、あの時に初めてアメリカは拒否権を発動させなかったんです。危険に回りましたよね。何かって言っても、まあ、パレスチナは合意があったと、いわゆる二国家で共存主義というのを、アメリカはそこしかないというふうに落としどころは、そういうことでやってますけれども、どん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 今、西岸だとか、ネタニヤフ政権の下で入植者が増えていて、それで結局、もうそれは本当に大変なことになっていると、アメリカがせっかくお膳立てした二国家共存もですね、終わらないそうだということで、それで初めて、いわゆる黙認したんですね。これもトランプさんひっくり返そうという、それもそうですね、それがちゃんとイスラエルといろいろこうネタニヤフさんといろいろこう、協議、裏で協議をしているようですし、それだけじゃなくて、もう一つはそこにロシアが絡んでるでしょ、はいはい、でロシ
シアがどういうふうに出てくるかっていうのも、例えばこの間 その裁判、大統領選挙自体がそうだったんですけれども、介入していたというその問題に関して、その制裁をしてもプーチンさんは制裁を仕返さなかった。それは言ってみれば、まあ、すぐトランプさんとどうにかなるから、ところがね、このプーチン、トランプの関係もビジネスなんですよ。これはビジネスのどういう意味ですか？具体的に教えていただけますか？これね、オバマ政権がほら、ウクライナのクリミア半島の侵攻でですね、ロシアに経済制裁をかけてるんです、今。はい、それだけじゃなくて、サイバー問題で結局、個人の資産の凍結だとかもしてるんですね、サイバーアタックに関して、ハッキングによって。そういうものを全、トランプはですね、実は2013年ぐらいから、トランプさんミス・ユニバースの権利を持ってた。ミス・ユニバースの権利をモスクワでミス・ユニバースと言われたときにですね、アゼルバイジャンのアガルドさんという不動産デベロッパーがいるんですけども、その人たちに そこにですね、20億円で売ったんですよ。ミス・ユニバースの権利を、うん、放映権を、ね、不動産ビジネスの人に放映権を売った、売ったんです、はい、うん、それで同時にですね、そのモスクワはまだまだ開発の余地があるということで、うん、トランプタワー建てたかったんです。モスクワにトランプタワーを建てたいんですか？モスクワだけじゃありません、いろんなところにそのロシアにですね、レジャーランドを作りたいんですよ、カジノホテルとか。もう言ったら、アメリカだけじゃなくてロシアの各地にトランプタワー作りたいわけですね。それだけじゃなくて、フロリダのトランプのコンドミニアム の高級マンションがあるんですけど、そこの宣伝をですね、モスクワでロシア語で放送してるんですよ。ぜひ買ってくださいって、ロシアから投資もしてくれ、自分の物件を買ってくれと、いわゆるロシアマネー来てちょうだいっていうことですか？そうです。それで結局その経済制裁を解除して、いわゆる政治的な、正しさの関係ないから政治経済制裁解除して、ロシアとアメリカでちょっとジャストビジネスしましょう。これはプーチン喜びますよね。そりゃプーチン喜びますよ。経済制裁はそこ大きく穴が開いて、アメリカとのやり取りで自分のね、ところにだいぶそれは有利になるじゃないですか。だけど、それはトランプさんなんぼなんでも大統領になるんだから、それはしないでしょ。つまり今までアメリカというのは、その政治的な正しさだとか民主主義だとか自由だとかっていうものを標榜していて、それによってがんじがらめになってロシアと一度もそういうふうにうまくいった試しがない、これ皮肉で言いますよ。トランプさんがもしそういうのを取っ払って、お金だけの問題でしたら、そしてアメリカとロシアと手を組んで仲良くなって、いろんなことをいろんなところで開発とかデベロップ、そういうことをしたら、再開発をしたら世界はうまくいくんじゃないかと、そういうふうに見る人もいるわけですよ。それはですね、権力者同士が一緒に儲け話でうまいことやりましょうかっていう話で、とんでもない話を聞いてしまいましたが、この後ちょっと時報を挟んでですね、もう少し北丸さん、詳しく教えてください。はい、アメリカ、ニューヨークとつないでお話を聞いております。ニューヨーク在住ジャーナリストの北丸裕二さんです。北丸さん、そのプーチンさんとトランプさんとの間は、こう、儲け話という利害があるんだ、共通するんだ、それでもしかして仲良しかもっていう話は大変ショッキングではありますが、こうした次々明るみに出てくる話聞いてたら、本当にこうビジネスの上になんか政治がちょっと乗っかってるような印象を受けますが。初めてですよね。ですからその世界の大国がそういうふうに動いているというのは、だから僕らもね、どういうふうに動くのか、どういうふうになるのか分からんのですわね、本当にね。分からんのですか。いや、1月20日の就任式の時は、市民の皆さんはどう動かれるんでしょうね。デモなどは予定されてるんでしょうか。就任式そのものはですね、まあ、いろんな、一流ミュージシャンとかアーティストはみんな、ほら、クリントン支持でしたんで、トランプさんの就任式みんな断ってるんですよ。リボン・ジョンがやるって言ったらそんなことは嘘だって言われたし、ジャスティン・ティンバーレイクが出るって言ったらジャスティンそんなの出ないって言うし、みんなそうやって名前出されることも迷惑だってみんな断ってるんです。はい、それで、あんまり、パフォーマンス自体はそんな
あのなんかも、モルモン教のですね、なんか合唱団370人くる合唱団が出てきて、それとあと16歳の女の子、それあのオーディション番組で自転車の女の子が出てきて国歌斉唱するとかで、そういう話が出てるんですが、あまり派手にはならない。ただし、はい、マイケル・ムーア監督いますね、はい、あのなんだっけ、ドキュメンタリー、ボリン・フォー・コロンバイアの中のドキュメンタリー、はい、監督ですね。彼がその大規模ないわゆる抗議集会を呼びかけています。したがってホワイトハウス周辺といいますか、あのリンカーン記念館のところとか、みんな人が集まってですね、トランプ大統領新政権に対する抗議といいますか、そういうものが、行われると思われますね。そうですか。大変な人が集まるんじゃないかと言われてますね。ねえ、こうどういう主張を皆さんがね、その時なさるのかも、あの、注目して見ておきます。あの、冷え込んでいるニューヨークから伝えていただきました、ジャーナリストの北丸雄二さん。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。今日は6時半から夜9時までお届けしておりますこの番組、コメンテーターは同志社大学教授の内藤正則さんです。内藤さん、どうぞよろしく改めてお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ニューヨークからのリポート聞いて、うん、あ、予想以上にトランプさんってそんなにお金まだまだ好きなのねってびっくりしちゃいました。あの、ただ北丸さんおっしゃってた中でね、はい、あの、まあ、ロシアのプーチン大統領も要するに例えば政治的な正しさとか自由とか民主主義とかそういう話したくないわけですよね、あの人も。それが政治家でしょ、ね、本当はね、ええ、はい、あの、ところが今の世界ってみんなそっちのその理念を語る方はいなくなってきちゃったわけですよ。はあ、中国もそうですし、ロシアもそうですよね。そうなると、はあ、じゃあその前のその、いや何が正しいんだっていろいろこうみんな苦労しながら考えてきた政治っていうのが行き詰まってしまったことは確かなんですね。うん、だからやっぱりトランプさんに票が集まった、まあ勝利したということにもつながるんですが、うん、それで一度やってみてどういう破綻をするのか、うまくいくのかって見てみないとわかんないところもあるんですよ。つまりアメリカとロシアがそのロシアがやったことに対してアメリカが制裁するんだと言ってても話は前に進むわけではないですよね。ロシア絶対にそれに対して折れませんから、うん、でそのロシアとこれから結ぶんですけど、 その話もじゃあぜひ聞いてみた方がいいですよね。はあ、ロシアは毎日新聞モスクワ支局長の杉尾直也さんとつながせていただきます。杉尾さん。はい、あの、杉尾です。おめでとうございます。あ、どうも、明けましておめでとうございます。この時、ロシア語で言えたらかっこいいんでしょうね。スノーベム・ゴーダムって言いますね、ロシア語だと。そんな感じですよね。はい。いや、杉尾さん、まあ、そのトランプさん就任で、どうなるんだっていう、まあ、話も、もちろんあるんですが、ロシアはプーチン大統領が、まあ、絶大な人気を誇っているというふうに聞きます。で、そのプーチンさんと安倍総理が先日、まあ、会談をしたわけですけど、その時日本では、北方領土問題進展なしというのが、まあ、大きな見出しだったんですね。ロシアでは、あの会談はどんなふうに皆さんに伝えられているんでしょうか。大成功ですね。あ、大成功。大成功ですね、はっきり言って。あら、まあ、大成功、どういう意味で大成功ですの。特に今回の、会談で、安倍さんとプーチンさんが北方領土での、経済活動ですね、共同経済活動について協議を始めるということについて合意したと、はい、要するにロシアから見れば、うん、もう島のその領有権の問題は置いといて、うん、経済活動でね、日本がロシア側に協力姿勢を見せてきたというふうに捉えられています。まあ、そういう意味で成功ですよね。日本では、まあ、北方領土問題を進展させる代わりにって言ったら失礼ですけど、それがあって、じゃあ経済協力しましょうよって言うんだったら分かるけどっていう雰囲気なわけですよね。だけど、じゃあロシアの方々にとったら、もう北方領土の問題をなんとかしなきゃいけないっていう足かせは、もうなくなったっちゅうことですか。経済協力の話だけが前進んじゃうんですか。微妙なところでして、もう、島の問題はもうね、終わりましたよって、協議しませんよってことになってしまえば、もう日本は、ロシアから、そっぽ向いちゃうわけですから、はい、
そこまでは言わないんですよね。そこまでは言わない。ただ、私思うんですけど、プーチンさん2000年にね、だから今から17年近く前に、大統領になって以降、この島の問題については全然ブレてないと思うんですよね。で最初から言ってたのが、60年前のその1956年の日ソ共同宣言っていう合意事項がある、あるんですけれども、まあそこに、それを、それが大事だと。日ソ共同宣言、56年宣言が大事だっていう言ってるんですよ。で、まあ簡単に言うと、その平和条約を結んだ後に、歯舞とシコタンの、4島のうちの、ね、歯舞とシコタンの2島を日本側に、ソ連側の善意でもって、プレゼントとして引き渡すということが書いてあるんです。プレゼント善意？善意。それは要するに、ロシア領の2つの島を、善意でね、ソ連側の善意で日本に引き渡すと、返還じゃないんですよね。じゃあ主権はあくまでロシアにあって、そうです。せやけど、私ら、してやから差し上げますわっていう意味ですよね。そういうことですね。そういうことです。それが、その、共同宣言っていうね、宣言っていう名前なんですけれど、でもこれは当時のね、ソ連の議会も日本の国会も、批准してるんですよね、国会として。ですから、国際条約なわけなんですよ。その国際条約が重要だっていうのを、プーチンさんはずっと、力説してきたんですよね。で、それは今も全然変わってないというのがプーチンさんの立場。じゃあ、ロシアって今はね、はい、アメリカやヨーロッパからは経済制裁を受けてるんですよね。そうです、そうです、そうです。まさにその中で、この前の、東京会談が、山口まで来はりました。プーチンさんの訪日があったっていうことが大事だと思うんですよね。だからその経済制裁というのは2014年のウクライナ危機が始まって以降ですね、はい、クリミア半島、ウクライナの領土をロシアが勝手にというか一方的に自分の領土にしちゃったりとかしたことに対して、アメリカ、ヨーロッパ、日本が報復措置として経済制裁を発動してるんですけれど、はい、まあこの3年近くロシアはその我々に西側ですね、いわば欧米、日の世界から阻害されてきてたんですよね、はい、で結構経済も特に外国の銀行から資金が得られなくなったりとかして結構、苦しい状況にある中で安倍さんがプーチンさんを日本に招待してしかも首都ですよね西側の要するに G7 主要7カ国の首都にプーチンさんを公式訪問で招待したっていうのはこの3年間で初めてなんです。東京が初めてなんですよ。これはロシア側にとっては、いや、安倍さんは正しい行動をした人だっていうふうに評価。プーチンさんにしたらありがたいなと。安倍さんよくやってくれたなって。よくやったって感じだと思います。お願いはしないわけですからね。安倍君よくやったって感じですか。はい、安倍君よくやってくれたねって感じですね。そういう感じですね。はい、なるほどな。はい、それって世界中から見たらどう見えるのかっていう話はまあもちろんあるんでしょうが、だけどその今おっしゃったクリミアを併合したその武力でね、一方的によその国ウクライナに主権があるところよ自分ともやって言っちゃったわけでしょ。そうですね。でそれで世界からいろいろ経済制裁強いられてるんだったら、そんなことしたプーチンさんってもう私たちの生活を苦しめてるじゃないかむちゃくちゃなことしてって普通は国民の皆さん怒ると思うんですけど、支持率高いんですよね。そうです、そうです。もう8割もうほとんど9割に近くなる時もありますよね。これは支持しないっていうとなんかやはりこう、捕まったりとかですね、そういうことをそれて支持しないって、言わないのか、それともだいぶもう長いこと長期政権ですけれども、本当にプーチンさんやるじゃないかって言って支持してるのとどっちが多いんですか。どっちかというか、どっち、二つがない混ぜになった感じじゃないでしょうかね。つまり、やはりロシア人って普通の人たちですから、自分たちの生活って守りたいわけですよね、ここの人たちは。普通に安全に、そこそこ快適な生活をしたいと、子供たちをね、育てて聞きたいと思ってるわけで、そこで世論調査の電話がかかってきて、プーチンさん支持しますかって、支持しませんって、自信を持って言えるかどうかというと、というのがまず一つと、それと、あとはやっぱり、
プーチンさん以外に強い指導者っていうのが他にいないんですよね、というあの事情もあると思います。その2つだと思います。なんかそういうところからどうですか、ロシアの市民の感情としてトランプ大統領の誕生っていうのは、あのいいことだ、似たような人が出てきたと思ってるんでしょうか。まあ一般の人はね、あんまりよく分かんないっていうのが実情だと思うんですよね。だいたいアメリカのこと嫌ってますから、本当は好きなんですけれど、アメリカの映画だとかアメリカの商品だとか好きなんだけれど、国家としてアメリカやってることはね、まあ、ロシアいじめずっとやってきてるわけですし、ですよね。そうするとロシアいじめをしてきたオバマさんに代わって、いや仲良くしようじゃないかっていうプーチンが出てくると、にわかにロシアの市民はアメリカに対してこういい感情を持つようになりそうですか。ただオバマさんが出てきた時も、最初はリセットって言ってたんですよね。そうですよね、最初。あのリセットは一体何だったんだろうと、うん、アメリカってやっぱり信用できないよねって、にわかに信用できないよねっていうのが、ロシア人の、見方だと思いますね。慎重にね、トランプさんは、ね、プーチンさんといい関係を築こうなんてことを言ってますけれど、本当にそうなるの、ちょっとね、様子見かなっていうような感じだと思います。もう一つね、杉尾さんにお伺いしたいのは、ちょうどこの年末、シリアの内戦をめぐってですね、ロシアとトルコの間で停戦合意という、ちょっと意外な組み合わせでの停戦、とにもかくにも合意してアレッポという町に取り残されていた人たちをなんとか退避させることができたと、で、この、その中東での、そのロシア、どんなことを今度将来今考えているんでしょう。いやちょっと難しいと思うんですよね、だから空爆をね始めたのが、一昨年ですけれども、それまでやらないやらないって言ってたんですよね。そうですよね、というのは、ロシアずっとね、アフガニスタンとかイラクで空爆とか戦争をやってきたアメリカを見て、いかに失敗してきたかっていうのを見てますんで、ずっと躊躇してたところがあると思うんですけども、やはりもうシリアがぐちゃぐちゃになっちゃって、ここはもう出なきゃいけないなっていうことで腹をくくったところがあると思うんですよ。だからそういう意味では、責任をね、ここまで関与したわけですから、責任を取らざるを得ない立場になっちゃったと思うんです。そういう意味では、長期的な軍事作戦は続くと思います。はい、ロシアの市民も中東に干渉すること、なんか嫌な記憶がね、アフガニスタンに昔ソ連時代に出て大失敗しちゃいますよね。そういうことってまだ、覚えているんですよね。あります、それは、地上軍出さないって言ってのはそのためですよ。なるほど、はい、そうですか。だけどプーチンさんがこっちだって言ったら割とそっちにこう行きやすい体制のように聞こえますけど、そうです、プーチンさんが何も言わないとどこにも行けないっていう感じですね。そういう強いなんかもうぐいぐい引っ張ってってみたいな、そんな雰囲気が国民の皆さんにあるんですか。一つはですね、そのメディアの統制ですよね。やはり例えばそのシリアに空爆で参加してたロシア軍機がトルコの、ね、空軍機に撃墜された事件ありましたけども、その時なんか最初、ね、ニュースで撃墜されたっていうニュースが流れるんですが、それをどう評価するかについて誰も何も言わないんですよ。ニュースも流さないんですよね。それは朝からそういうニュースが、ね、ずっと繰り返し流されてたんですが、夜になってプーチンさんが、俺はトルコがね、要するにテロリストと結託してやったことだなんてことを言うと、もうメディアはというか政治家たちも一斉にトルコ批判になるという感じですね。やっぱりメディアを使ってうまく世論を誘導しているって感じがしますね。それはメディア支配は、プーチンさんはどんな形で進めていったんですか。2000年に最初に大統領になりますよね、プーチンさんが、その時に最初に手をつけたのはメディア統制なんですよね。でそれまではソ連崩壊後、ソ連崩壊直前からですけど、自由な報道がね、テレビでも新聞でもなされるようになったんですが、その結果世の中がぐちゃぐちゃになっちゃったという、金持ちが自分で経営するテレビ民放のテレビ会社、テレビ局なんかを使って言いたい放題言ってると、で国民はああでもないこうでもないとわけわかんなくなっちゃって、秩序が崩れるわけですよね。それを正そうとするのがプーチンさんの戦略だったわけで、
で、経営不振なんかを理由にして、民放のテレビ局なんかをもう強引に武装した警察官みたいなのを送り込んでですね、テレビ局に、はあ、次々と国営にしちゃったわけなんですよね。いわゆる民放のテレビ局に武装した軍事組織を、舞台を送るんですか。そうなんですよ。いや、そんな、私ら今こう喋ってるこんなスタジオが、その武装した人間にぐわっ囲まれるんですか。そうなんですよ。そんな私だったら逃げますわね。それで、まあでも秩序をね、ソ連時代にあったような、まあ、ソ連時代とは違いますけれども、でも、まあ、それに似たような、秩序、はい。だけどそんなことしたらね、あまりにあまりに民主主義を壊すって言って、それはみんな普通は支持率落ちるでしょ。ただ混乱した世界がいいのかね、秩序があってある程度いい生活ができるのはいいのかっていうね、二者選択を迫られたらどうでしょう。難しい問題だと思いますよね。後でお話しますけど、はい、今急にトルコがね、ロシアに接近していますよね、はい、多分プーチンさんから見ると気味が悪いんじゃないかと思うんですが、一昨年には戦闘機撃墜しといてですよ。そうですよね、不思議ですよね。詫びを入れた上に近づいてきてるわけでしょ。でもそのトルコもね、全く同じなんですよ。その自由はかなり今制約されていて、ただ秩序、大統領のリーダーシップっていうのをこう望むようになっちゃってるんですね。本当に混乱し始めると、もう何でもいいから秩序が欲しいっていう、私も別にそれがいいと思ってるわけじゃないんですけど、だけど大きなもの失いますよね。そう、世界ってそういう方向に流れて、ロシアの人たちってのはやっぱりそういう点ではその強い指導者の下での秩序、まあ、そっちの方を重視するということですか。そうですね、強い指導者の下で自分たちの生活が安定すればいいっていうことだと思うんですよね、で経済はどうなんですか、その一般の人の暮らし向きは。どうなんですか。だからこの3年間制裁が続いてますよね、それが一つと、それと、まあ、最近は若干価格上がってきたんですけど、その石油価格ですよね、はいはい、世界的な油価がずっと下がって、ね、でロシアの主要な輸出品というのは石油と天然ガスですから、天然ガスの値段も油価に連動して、まあ、上がったり下がったりするわけで、国庫は要するに収入が財政収入がだいぶ下がってきたという点では非常に苦しいところではありますよね。ただショッピングモールなんかね、行きますと結構お客さんにぎわってて、まあ、そこそこ豊かな生活かなっていう感じはしますが、まあ、ただ高級 の、 その日本食料理店ですとかステーキハウスなんかは結構ガラガラだったりしますよね。杉尾さん、私ずっと気になってることがあって、プーチンさんの映像を見てるとね、なんか釣りをしたり馬に乗ったりするときに、そうですね、裸で、なんであんな裸の写真を国のトップがね、バンバン出すんですか。まあ、ナルシストなのかもしれないですね。いや、相当なもんじゃない、でも、筋肉、かなり、いいお体をしていらっしゃるというか、そうですね、スポーツマンですよね、よく知られてますように、柔道は黒帯ですし、アルペンのスキーなんかをやったりとか、アイスホッケーなんかも上手ですよね、だからそういう若々しいね、体が強くて、頭も切れる、若々しい。大統領っていうのは国民はいいなって思うんだと思います。思うんだ。だけど一番びっくりするのは、裸で銃を構えてあるとこね、何の意味があってと思うんだけど、あんなもやっぱ受けるんですか。まあそうですね、もうでも最近はあんまりされないですね。もうね10年ぐらい前はそういうのもありましたけど、やっぱり、お年を考えてらっしゃるのかもしれないですね。おいくつでしたっけ。ですね、もう60近くだったと思います。60過ぎてらっしゃいますよね、確かね。そうですね、はいね、はい、ただね、私聞いたのは小さい頃から、その KGB、そうですね、に憧れてたという、憧れてたっていうのは本当ですか。はい、はいはい、いや、プーチンさんっていう人は国益ということをね、ものすごく強く認識した人だと思うんですよね。国益、はい、国益、はい、それは もちろんロシアの国益なんですけども、はい、まあ、おそらくそれは子供の頃からそういう認識っていうのがある人なんじゃないかなと思うんですが、で KGB というのは要するにソ連時代の秘密警察ですよね、スパイ組織なわけですけども、はい、
で多分小学生の時だったと思うんですけども、うん、まあ、出身地 の、 あのレニングラード、今でいうサンクトペテルブルクですけど、はい、そこに大きなあの KGB の、 あの支部があるんですよね、現地の、うん、そこをあの小学生のプーチン君がウラジーミル君が訪ねてって一人で、あのドアをノックして、あの入れてくださいって言ったらしいKGB に僕を入れてくださいって、でも大人になってから来なさいって言われて、でその通りになったんですよね。あの現地の大学を卒業した後に KGB に入って、東ドイツで、要するに、まあ、情報官として勤めたりとかして将校としてね、勤めた後に KGB のその後を継いだ FSB っていうね、連邦保安庁っていう機関があるんですけども、そこの長官を務めた後に首相をやって、それから大統領になってるんですよね。子供の頃からのスパイになる夢を実現させた人なんですね。あの人今でも目が笑ってないよね。すごいすごいですよ、あんな人と会談するの怖いやろうなって思いました。ただロシア人ってプーチンさんだけじゃなくてみんな笑わないですから。そうなんですか。ただ本当にね、打ち解けると本当にキラリとね、いい笑みを見せてくれるんですよね。そういうところはプーチンさんもあると思いますよ。さっき国益というキーワードをお話しくださいましたけど、プーチンさんはロシアの国益という観点から見て、トランプ次期大統領とどう付き合うというか、どんなふうな国益を引き出そうと思い張るんでしょうね。それはやっぱり対等な関係でしかないですね。対等、対等、はい、アメリカとロシアは対等ですと、主従関係じゃありませんと、これまでソ連が崩壊してもう25年経ちましたけれど、うん、はい、それ以降ね、アメリカの一極支配でしたよね、うん、米ソ支配の、ね、二極支配が崩れて、一極支配がずっと続いた、四半世紀続いた結果が今の混乱だと、うんうん、はい、やっぱり大国はね、大国同士で、まあ、中国なんかも含めてお互い相手を尊敬して協力しながら世界秩序を作っていきましょう。これしかないと思いますね、ロシアとしては。うん、それがかつてのようなですね、その軍拡路線、まあ、軍備を互いに拡張して競い合う、そういう方向に行きそうですか、それともそれは抑制するでしょうか。それはもう全てアメリカ次第ですよね。なるほど。だからブッシュ政権の時もそうですし、オバマ政権もそうですし、うん、ヨーロッパにミサイル防衛のね、はい、システムをアメリカを、まあ、置いて、でオバマ政権の時に去年ついに完成させたんですけども、うん、それはロシアは防衛の武器ではなくてロシアを攻撃する武器だっていうふうに言ってるわけですよ、うん、ロシアの核を無力化する武器だと、うん、はい、そういうそのロシア側にとってみれば反ロシア的な姿勢を取り続ける限りロシアもそれに対抗しなきゃいけないっていう論理ですね。なるほど、はい、その返す刀で制裁のを進めてきた EU、ヨーロッパ側に対してはそのプーチン政権どういうふうに対応していくでしょうか。これはあれですね、だから G7 ね、主要7国の一角の日本を落としたと今思っているところですけども、まあ、ヨーロッパもその30カ国近くの国が集まったところですから、はい、弱いところをね、続いて、うん、例えばそれがギリシャだったり、まあ、これまではイタリアだったりね、あとブルガリアだったりと切り崩しを図ると、そういうところを続いて、切り崩し、そうですね、を図っていきたいところだと思います。なるほど、はい、杉尾さん大変興味深いお話いくつもいただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。ありがとうございました。毎日新聞モスクワ支局長の杉尾直哉さんに伺いました。北丸さん、先ほど内藤先生、先ほど北丸さんがニューヨークで伝えてくださいました、はい、そして、うん、杉尾さんがモスクワから伝えてくださいました。アメリカとロシアがかつてのような形で、うん、冷戦のような形で並び立ってもらっちゃ困るっていう、うん、それは困るわけですよね。そうすると軍備の拡張や核兵器の開発で競争しだしちゃいますからね。まあ、ですからね、アメリカの国民も、まあ、かなりの人はそのトランプ政権に対して批判的ですけど、もちろんその人たちの懸念もわかるんですけど、まあ、軍拡と核兵器の方に行かないならですよ、トランプタワーが立ってるぐらいの方がね、まだマシかなと思う人も出てくるでしょうね。トランプさんはなんか核開発、うん、それもやる、ね、肯定するような発言もしてますよね。そうそう、ただしそれやってね、前のそのブッシュ政権の時代のようになると、結局
それが元でオバマさん出てきたわけですよね。もう強いアメリカ、はい、あっちこっち その世界のわけのわかんない国へ出てってね、こうアメリカ軍の力を誇示するっていうのは犠牲を伴うんで、はい、でそれも嫌だということでオバマさんの時代になってからはそれから手引こうと、まあ、中途半端でしたけどね、引いた、うん、じゃあ今度トランプさん何するつもりなのか、もう一遍出てくっていうとそれまた同じことを繰り返すんで、もっと賢いビジネス的なやり方をするんでしょうね。それって要するに兵器だけ開発して売るんですよ、自分では使わずに。おそらくそれやると思いますね。でロシアも同じことをやると思いますね。兵器を売るビジネス、先ほどあの杉尾さんおっしゃってましたけど、アフガニスタンにね、1979年から10年間も当時のソ連軍出てアフガニスタンを支配しようとして失敗して、結局それってソ連崩壊の原因の一つになるわけですよ。まだ覚えてますよね、ロシア人で、はい、でアメリカの人たちはアフガニスタンやイラクに出てって多くのアメリカの若者犠牲になったけど、何一ついいことないじゃないかと思ってるわけで、そうすると今までみたいに地上軍が出てって戦争をするというやり方は、うん、おそらくトランプさんもプーチンさんも取らない。でその代わり何するかと、お互い高性能な武器を作ってですね、それをその世界中に売りさばく。結局亡くなるのは一番弱い立場の人たちなんで、私全くいいと思ってないんですが、そういう形でのビジネスの米ロ競争をするんじゃないですかね。この後コマーシャルを挟んでは、じゃあヨーロッパのお話に進みたいと思います、はいはい。報道するラジオ新春スペシャル、トランプで世界を占う。今日は夜9時までご一緒いただきたいと思います。コメンテーター、同志社大学教授、内藤正則さんと私、水野明子でお送りしております。さあ、今度はヨーロッパです。ロンドンとお電話をつながせていただきます。ロンドンに在住してらっしゃいます、ジャーナリスト、木村正人さんです。木村さん、こんばんは。はい、水野さん、内藤先生、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はい。あ、木村さん、大阪弁で行ける方でしたよね。そうですよ。そうでした。ロンドンやから私も英語で喋らなあかんかなと思ったんですけど、大阪弁で行けたんですか。大阪弁で OK です。いや、木村さん、去年のね、2016年の、まあ、世界を揺るがせたニュース、やっぱり一番はトランプさんでも、二番はイギリスの EU 離脱を決めたことと答える、まあ、ジャーナリスト大変多いですよね。はい、あ、そうですね、やっぱり英国でも、まあ、ヘンリー8世がですね、はい、昔ローマカトリックから離脱した時と、まあ、同じようなことが今回起きたので、歴史的なイベントだと思います。へー、その EU 離脱決まったっていうところまでは知ってるんですけど、はい、その後どんなふうにことは進んでるのかちょっと分かってなくて、今どういうふうになってるんですか。そうですね、女性首相のですね、うん、メイがですね、はい、まあ、3月末までに離脱の交渉開始を EU にね、公式に伝えるっていうふうに宣言しています。でもその前にね、首相率いる内閣がですね、はい、国王っていうか女王様のね、君主体験を利用してできるのか、それともその前に議会の承認がいるのかっていうことで今裁判にかかってましてですね、その判決が最高裁で1月にあります。あ、そうですか。じゃあもう具体的な、はい、まあ、そういう、まあ、ルール作りというか、離脱への動き少しずつは進んでいるってことなんでしょうが。そうですね、今のところね、シナリオはいろいろ描いてると思うんですけども、うん、EU っていう複雑な組織と交渉しないといけないので、うん、英国がこうしたいって言った時に母国がどう言ってくるかまだよくわからないので、そこは、シナリオを作ってるっていう段階だと思います。それは EU の諸国からしたら、イギリス何してくれんねんと、おいおいと、ね、ちょっと待たんかいって、まあ思ってるわけでしょ、はい、そんな簡単に、はい、行ってらっしゃいって見送りませんよね。そうですね、歓迎はされてませんね。だから、イメージとしては中学校の、まあ、不良グループと
同じですよね。あの不良グループから抜けたいって言ったらですね、あのリンチにかけられるという、その縛りで、あの EU を結束しないとですね、なかなかもう EU そのものが存続するのが難しい状況になってるっていうのが今の現状だと思います。そうか、お前分かっとんのか、お前一人なんか英明させんぞって、ここで見せしめしとけんかったら後々続いて出ていかれるかなって、そういう感じですかね。そうですね、ブリュッセルの、スタンスは今のところそういうことになってますね。でも実際経済っていうのはですね、相互利益があるんでね、経済的に見るとそういう泥沼の離婚劇になるとお互いにとってダメージが大きいので、理性的に考えるとお互いの損失を最小限に抑える方向で動かないといけないのに、議論を聞いてるとそういうなんか暴力団の優劣と同じような論理がまかり通ってるっていうような感じですね、聞いてると。だけどイギリスの中ではね、やっぱり離脱するのは反対だっていう方も大変多かったわけでしょ。そこがね、48% の人が反対したわけなんですけども、これ離脱派の人も残留派の人もですね、どちらに聞いても、EU からの移民がね急激に増えてるので、それは規制しないといけないっていうことではどっちも一致してるんですね。だから離脱を後悔してるかっていうと全く後悔しないような気もするんですね。だから、金融街のシティとか大学とかですね、EU に残ってるのがすごくメリットがあるっていうところは残留を今も主張してますけどもね、政治的に見ると離脱以外の選択肢はありえないんじゃないかなっていうふうに僕は受け止めてます。そんなにこう移民問題に対しては国民の皆さんがもう規制せなあかんってそっちに向かってるんですか？そうですね、これはもう分かりやすく言うとウエストサイド物語とかね、ギャングオブニューヨークでよく出てくるんですけども、ウエストサイドストーリー物語だと早く来てたポーランドとイタリア系の移民とですね、後から来たプエルトリコの移民の間で、テンションが生じてね、それで広場の所有権っていうかそれをめぐって、最後は殺し合いになっちゃったりしたでしょ。殺し合いまでね。だから移民が急激に増えるとですね、そういう人種間のテンションっていうのはどうしても起きちゃうんですね。緊張高まる。だから、コントロールしないと、そういうマイナス面が大きくなっちゃうので、しかも英国は医療費が税金で全部賄えたりね、社会保障の整備が進んでるので、そういう意味でやっぱり納税者の負担感がですね強まってしまったっていうところがあったと思います。内藤です、よろしいですか？はい、内藤先生、久しぶりです。イギリスの場合ね、もともとインドやパキスタン、バングラデシュなどのからの移民の人たちたくさんいましたよね。はい、今回のその離脱劇でその、特に名指しされたのはどっちかというとポーランドだとかラトビアだとかEU の中から来た人たちでしたけど、ことのついでにその元々いるその移民の人たちに対するなんて言いますか、排斥みたいなもの、これは強まりましたんですか、それともそれは全く区別をしていたんでしょうか？ここはね、先生非常に難しいんですけども、彼らはですね、パスポートをもらってきてるんです、1960年代に、ね、そうですよね。だから、はい、彼らは自分たち英国人だと思ってるわけですね。それで受け入れた方もそれは分かってるわけです。彼らに英国民のステータスを渡して働き手として受け入れたっていうことで、ね、そうですよね。かつての植民地から来た人たち、英連邦の人たちでしたからね。そうです、はい、だから、そこはね、こうパキスタン系の人とかバングラディッシュ系の人とかジャマイカ系の人たちはね、自分たちは英国人っていうふうに思ってるから、トルコの人たちもそうなんだけど、だからEU の離脱派の人が結構多かったんですね。移民の元からいた移民の人たちに、そうそう、だから彼らはもう英国人と同じなんですね。でもその反面ね、今回の EU 離脱劇をきっかけにね、僕も
バーミンガムの方に行ってびっくりしたんですけども、はい、バーミンガムではあの先生がご心配されているように、うん、イスラムフォビアっていうかね、うん、あのイスラムの人たちに対する、排斥のムードが高まってるということは出てますね。なるほど。ただロンドンではそういうことは出てない。だってロンドン市長が、うん、はいはい、まあ、パキスタン系の人がなったぐらいで、はい、だからそれは地域によってちょっと出方が異なってきてるんですね。なるほど。それとあと、まあ、テロ対策っていうので英国はかなりまあえげつないやり方をしてるっていうか、すさまじいやり方してるんですけども、コミュニティポリッシングっていって、うん、イスラム系のね、移民社会にも入り込んでですね、はい、まあ、通報ネットワークをもう作り上げちゃってるわけです。例えば子供がこんなこと言ったとかね、うん、この男の子がこんなこと言ってるっていうことをイスラム系の社会から当局の方に通報させるシステムをもう構築しちゃってるんですね。だからそれがね、イスラム系の団体にしたらちょっとやりすぎっていうか、うん、もう自分たちをテロの予備軍みたいに見ててですね、うん、そういうフラストレーションが高まってきてるっていう懸念はありますね。それで保守化がさらに進んでるっていう傾向は出てると思います、うん、イスラム系社会に。もう一点、その EU 離脱の時にですね、スコットランドは違う反応をしていましたよね、はい、むしろ EU を辞めること反対の人が多いというふうに言われてましたけれども、今スコットランドどういう立場を取っていますか。こういうですね、スコットランドのね、気持ちとしたらやっぱり欧州とつながることで、うん、イングランド支配を、まあ、弱めてきたっていうかね、そうですね、まあ、そういうメンタリティが働くので、うん、基本的に、EU から離脱すると、イングランドっていうか、中央の支配がきつくなるっていう、うん、本能的な反応があると思うんですね、うん、だからセンチメントとしてはやっぱり EU に残ることでイングランドの支配を弱めたいっていうメカニズムが働くんですけども、実際石油価格がですね、まあ、50ドルに戻りそうになってますけども、うん、昔に比べると下がってしまったので、うん、財政赤字がですねかなり膨らんじゃって、はい、北海油田の収入がねもう劇的に下がってしまったので、その後要するにイングランド国から離脱して EU に入りたいっていうのはSNP っていう政党の、はい、スコットランド国民党でしたっけ、っていうか、はい、有権者はついていってないっていうような感じだと思います。ついていってないんですか。木村さん、はい、リスナーの方から質問が来ました。はい、どうぞ。闇夜のカラスさんってラジオネームの方なんですけど、はい、ズバリ EU が崩壊することはありえますか。ってこれは僕3年前にね、はい、EU 崩壊っていう本を書いてるんですけどもこの EU のシステムがね世界金融危機とともに景気が悪くなっちゃったでしょ、うん、これ景気が悪くなると、まあ、政府が下支えしないとダメなんだけどEU にはその仕組みがないんですね。特に単一通貨のユーロ圏は、はい、これは金本位制と同じで、まあ、1930年代に、まあ、金本位制を導入した国っていうのはすごいデフレに見舞われてどん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 景気が悪くなって最終的にみんな金本位制から、まあ、離脱しちゃってその為替をこう流動的にしないと、まあ、景気が良くならなかったんですけども、まあ、それと同じことが起きているわけですね。だからドイツはいいんだけどまあ、ギリシャとかイタリアはもう全然苦しくなってきて、まあ、ギリシャなんかでは医療保険、まあ、健康医療に対する、まあ、税金が使えなくなっちゃってですね、まあ、お父さんが心臓発作で入院してるのに掘り出されて死んじゃったとかね、腕の骨が折れても1ヶ月間見てもらえないとかですね、そういう現状はもう出てきてたわけですね、はい、まあ、それがなんか僕イタリアに取材に行くとだんだんイタリアもそんな空気が漂い始めてるなっていうような感じがするの で、 で、ね、メルケルが思い切った対策を取らないとね、EU 崩壊の道っていうのはこのままやっぱりずる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 進んでいくんじゃないかなと思ってます、そんな中で今年2017年ヨーロッパはいろいろ大切な選挙がある年なんですって。はい、
3月にオランダの総選挙があって、まあ、4月と5月にフランスの大統領選があって、まあ、9月と10月に、まあ、ドイツの総選挙があるということで、もうフランスがやっぱりポイントになると思うんですね。はい、フランスはどういう見通しなんですか？そうですね、サルコジーなんかを、まあ、破った共和党のフィヨンっていう候補がですね、うん、まあ、国民戦線のマリン・ルペンなんかと比べると優勢だっていうふうに言われてるんですけどね。ルペンさんっていうのは いわゆる、まあ、ものすごい右寄りな極右政党って言われてる。そうですね、まあ、国民戦線の党首ですよね。極右政党っていうのはものすごくソフィスティケティスされててですね、はい、どういうことなんですか、ソフィスティケティスされてる極右政党っていうのはどういうことですか？独抜きしててですね、要するに社会主義的な政策を打ち出してるわけです。すいません、社会主義と極右は真っ向から反対側じゃないんですか？まあ、でもナチスのヒットラーみたいなのがそうだったでしょ。ユダヤ人排斥して、でも国内政策は社会主義政策みたいなのを、まあ、国家社会主義っていうような政策を取りましたよね。対外排除はするけれども、国内に向けては労働者や立場の弱い人をちゃんと手厚くしましょうという、そういう形なんですか？そうなんです。だから異分子に対しては厳しく当たるんだけど、自分たちの自国民に対しては手厚くしましょうっていうのが今割と欧米の政治のトレンドになってきてますでしょ。そうですよね。毒抜きの極右政党、それはトランプさんもちょっと似てるんですか？そうですね、トランプさんの場合はその逆で、はい、まあ、自国優先政策を取りながら毒を入れたわけですね。だから毒を盛り込んだということですよね、彼の場合は。だからマリン・ルペンがやった方向性と逆のことをトランプがやって有権者の気持ちをつかんだっていう、まあ、とんでもない現象が起きたわけですけども。そうか、フランスの場合は毒抜きで、なんか一見弱い人に優しい、ただ弱い人って言ってもね、そのフランス人の弱い人、フランス人というか、もともとのですよ、はい、には優しくします。だから簡単に言うと、移民とかがあんたたちの仕事を奪ってるんだと、だから移民がなくなればいいでしょっていう方向に持っていくということですよね。その人が今有力になってきてるんですか？そうですね、この人はもう決選投票に進むのは確実と言われてるんですけども、世論調査でね、国際比較した調査があってね、はい、その国民のね、それぞれの政府に対する不満足度を比べた調査があったんですけども、うんね、これはね、フランスがね、ブレクジットの英国とかトランプ大統領が生まれた米国よりもですね、まあ、ダントツに高いんですね、不満が。今のオランド大統領支持率がもう 17、18% となるんですよね。オーランドの、ね、支持率最低 4% と言われてますから、もうミスター 4% と呼ばれてるんですけどね。ミスター 4%、 私昔森喜朗元総理が 5% に落ちた時のこと覚えてますけどね。4% それ以上ですよね、オーランドは。すごいな。それで今度はそのルペンに対してね、まあ、優勢だって言われてるフィヨンさんっていうのは、はい、フランスのサッチャーって呼ばれてるぐらい、まあ、移民とかそれはね、まあ、ソーシャルコンサーバティブって言うんですけどもね、はいはい、まあ、移民規制に対しては強化しないといけないという立場なんだけど、うん、経済改革を進める構造改革派なんですね。おやおや、だから僕はちょっとね、これだけ国民の不満が高いのに、うん、例えば構造改革、まあ、週35時間労働っていうのが、うん、フランスではあるんですけども、はい、それを撤廃してもうちょっと長い時間働かないと、こう供給サイドの改革が進まないんでね、そういう政策をフィヨンなんかが打ち出した時にね、はい、有権者の反発が強まるんじゃないかっていうふうに心配してるんですけど、かなり反発しますよね、それは。フランスの人ってなんかバカンスも長いし、ねえ、もう自由を謳歌してそんなん働くの増やすなんてありえんって感じしますね。そうですよね、木村さん。だからそういうところをそのマリーヌ・ルペンが取り込もうとしてしまうと、彼女にもその勝つチャンスが出てきてしまうということになりませんか？それが恐ろしいシナリオですよね。ルペンはおそらくね、内藤先生が言ったように、そういう、まあ、スピンっていうかね、プロパガンダ戦略をやっていく、うん、
それでしかも恐ろしいことに、うん、あのロシアのプーチン大統領ですね、まあ、日本ではなんか人気高いようなんですけどもあのこのこのプーチン大統領のね最大の欧州戦略っていうのは EU の解体なんですね。そうなの？ほんで、ね、ルペンさんのその国民戦線っていうところにロシアの銀行がお金貸したりしてるのね。あらららら。あのそれでいろんなことをまあインフォメーションウォーフェアっていうかね、まあ、実際に火は吹かないんだけど、うん、あのテレビとかもインターネットとかですね、うん、いろんなもんを使ってね、人々にね、それは移民がいたらお前たちの仕事奪うぞとかね、あの社会保障がダメになってるのは移民のせいだとか難民のせいだとかね、難民が来たらテロが起きるぞとかね、あの難民がこの女の人をレイプしたとかなんか強盗したとか、そういうのをね、あの裏の取れない話をどんどん流していけばですね、あのやっぱり最悪のシナリオっていうのは完全には否定できないと思います。なるほど。いやそうなると、ま、あのドイツで4戦を狙うメルケルさんがどうなるかっていうことも含めて、今年ヨーロッパがどんな年になるというふうに木村さん見てるんですか？そうですね、もうあの非常に、ま、困難な年になるっていうのはもう間違いないと思うんですけども、やっぱりその今ロシアと、NATO っていうね、まあ北大西洋、条約機構っていう軍事組織のこう緊張が高まってましてね、それでそのバルト三国にはロシア系住民が、まあ、たくさんいるので100万人以上いるので、そこでちょっとテンションが高まると、まあ、とんでもない事態に発展しかねないっていうことなので、やっぱりあのどんなことがあってもやっぱり欧州の結束、まあ、英国が出ること、 EU が出ることになっても欧州の結束っていうのを守っていかないといけないっていうふうに思ってます。今おっしゃったのは、もしかしたらその最悪軍事衝突がヨーロッパで何らかの形でありうる、 そっちに向かうかもしれないという危惧ですか？そうですね、EU と、まあ、NATO の側がやっぱり慎重にならないといけないし、トランプの政権っていうのは親ロ派の人が多くてね、はい、あの中にはバルト三国を守るためにアメリカ出ていく必要はないって言ってる人もいるからね、うんうん、だから非常に危うい状況になってるっていうのはもう間違いないと思います。でプーチンさんは EU 解体させて、ええ、言ったら自国の利益を増やすためのある種の、ええ、領土のようなものを拡張したい。さっきちょっと言いましたけど、今トルコがロシアに接近してるって言いましたでしょ、トルコって NATO の加盟国ですから。あ、そうですよね。つまり NATO の一角をすでにロシアは崩したんですよ。あ、そういうことですか、ええ、ですからこれの次も EU はね、だから今ウクライナ EU に入ろうとしますけれども、それに EU もウクライナに対して支援しようとしますけど、そこがなんていうか非常にこう焦点になって、両者の亀裂が深まっていくという。で本当にそうですよね、この選挙の行方、例えばマリヌ・ルペンさんが勝ってしまったりしたらですよ、はい、フランスがもう抜けると、 EU から離脱するって言ったら、もうこれは EU は終わり。終わりますか？完全に終わりです。ドイツのメルケルさんも盤石ではないんですか？メルケルさんも非常に今追い詰められていますから、それよりその手前に来る3月のオランダの総選挙なんですけど、はい、これで今有力と伝えられているヘルト・ウィルダースという人がいて、うんうん、政党の名前は自由党っていうんですが、言ってることはトランプさんよりさらにずっと過激ですから、イスラム教徒なんか受け入れるなと、モロッコ人は叩き出せ、イスラム教の聖典のコーランは禁書にしろと、非常にはっきりで次から次へと訴えられてるんですが、訴えられれば訴えられるほど支持が上がってるという非常に困った状況で。木村さん、はい、木村さん、そのヨーロッパ取材してらして、そちらに住んでらして、こういうその過激な言葉、対外、まあ、排外的な過激な言葉が人の心をこう掴んでいくのはどういうことだって生活の中で実感なさいますか？そうですね、これはもう最近ウエストサイドストーリーの再放送あったんですけどもね、やっぱりそういう緊張が生じた時に2人、まあ、3人死んじゃうんだけども、まあ、そういう事件があって、やっぱりこれまで乗り越えてきてるわけですよね。そうですよ、ヨーロッパはね、うん、だからその、まあ、転換点、
自分たちはやっぱりそういういがみ合いとかしてるとやっぱり悲劇が起きるんだっていうことに気づいてね、やっぱりそういう方向じゃなしにやっぱり緩和してお互いが手を携えてやっていけるっていうことにね、気づく時はいつ来るのかなっていう、そういう政治メッセージを出せる指導者がいるのかどうか、ここがやっぱりポイントだと思いますね。はい、どうもありがとうございました。はい、ロンドン在住ジャーナリスト木村正人さんに伺いました。今日は同志社大学教授、イスラム世界にお詳しい国際政治学者内藤正則さんに伺っております。内藤さん、はい、今までのところ聞いてましたら、もうあっちゃこっちゃ世界はほんまに物騒にますますなってきてるのかなという気がいたします。で、今の日本って考えたら、まあ、集団的自衛権の行使を認める国になって、はい、まあ、駆けつけ警護っていうのももう始まりましたし、その自衛隊って条件付きではありますけど世界の裏側まで行って行動できるんだっていう国になってるわけですよね、うん、そういう国になって今っていうものを迎えてると、はい、でそこにトランプ大統領やプーチン大統領や EU 崩壊かもなんていう女性が来てると、うん、そうすると、まあ、とにかく平和な一年であってほしいんだけど、本当にそう思いますね。戦争の火種というものが、ええ、まあ、どういう形で、ね、広がりはしないのかと、はいはい、やっぱり一番気になるのは中東なわけですね、はい、例えばその最悪のシナリオというのを私たちは考えておかなきゃいけないんだと思いますが、まあ、中東を専門にしている身から言いますとね、はい、もうこの1年ぐらい毎日毎日いろんなこうニュースを見ていると状況はどん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 悪くなる一方なんですよ、うん、テロもありますけれども、ざっと見ただけで中東シリアは内戦というよりももう戦争なんですね、はい、これ外国ロシア、イラン、トルコなどがみんな介入しているわけですから、うん、そうすると内戦ではなくて戦争なんです、うん、で、もう一つアラビア半島の南の方に小さな国ですがイエメンという国があります、はい、ここもですねサウジアラビアとイランが介入していますので、うん、内戦がからもう実質的に国が崩壊してしまっていると。それから北アフリカではリビアが同じようにもう崩壊の危機にあると、うん、でエジプトは一旦選ばれた民主的に選ばれた大統領を軍がクーデターで潰してしまったままですから、まあ、確かにクーデターで成立した政権安定してくれればいいんですが、別にそんなところに観光客なかなか行きませんからね、観光収入激減と。で今までなんとかその保ってきたトルコ、トルコ冒頭のニュースにもありましたようにテロが相次いでいてですね、はい、いや、とても安定しているとは言えない状況になってしまった。あんなに観光で皆さん憧れてた国ですもんね。そうですね、もうこれ大阪の放送ですけど1月の終わりでトルコ航空の関空便は運航が止まってしまうんですね。そうなんですか、もうお客さんがいないんです。で確かにもう観光客全滅状態になってましてね、はい、ただ私もやっぱり専門家として今行って どうかそのトルコ素晴らしいとこいっぱいありますから見てくださいとは言えないですね。どこで何が起きるか全く分からなくなってしまった、うん、まあ、新年早々っていうか大晦日のテロですけど、はい、まあ、大変そのお金持ちが集まるようなところだったんですけど、まあ、先ほど の最新のニュースではイスラム国が犯行声明を出したと、はい、でそのイスラム国なんですけど、今イラクとシリアの彼らの拠点を軍事的に攻撃を続けていますよね。これはアメリカを中心とする有志連合軍なんですが、はい、確かにシリアの側は随分空爆を繰り返しているんで弱まっていることは確かです。で他方イラクの方はですね、イラク第2の都市モスルというところに、はい、実はもうだいぶ経ってるんですよ。10週間ぐらい経ったはずですけど、一向にどうなってるのかわからないんです。おそらく追い詰めているだろうと言われているんですが、ただここで一つイメージしていただきたいんですがね、彼ら砂漠の中にいるわけですよ。でそこにアリが穴作ってると思ってください、はい、そのアリの穴の上にですね石をぶつけてるんです今。
消えますそれで。でアリー2が潰されたら散らばるじゃないですか。また横へ、ね、だから散らばっちゃうんですよ。まず一番近いところ隣国トルコですよね。仮に本当に今回のテロ IS イスラム国がやったんだとすれば、そうやって飛び散ったテロリストが今度トルコ側でテロを起こす。それからクリスマスの前にベルリンでクリスマスマーケットが襲撃されましたね、はい、トラックが突っ込んで、うん、これもイスラム国の戦闘員だと言われている。その IS は本当に壊滅するんでしょうか、うん、というラジオネームおかき大好きさんという方もご質問くださっております、はい、そのあたりを、この後またじっくりと8時台聞かせてください。はい、報道するラジオ新春スペシャル、トランプで世界を占う、今日は9時までご一緒ください。同志社大学教授、イスラム世界にお詳しい国際政治学者内藤正則さんを迎えて水野明子でお送りしております。内藤さん、はい、先ほどのリスナーの方の、そのイスラム国を本当に壊滅させることはできるのか、うん、トランプさんは、うん、どんな手段を持ってでもぶっ潰してやるというようなことを言ってますよね、うん、さっきアリの巣の上に石を投げるって言いましたけど、はい、トランプさんがやろうとしてるのはアリの巣をブルドーザーで壊すって言ってるんですよ。それだったらちょっとしばらくなんとかなりそうな気も、うんね、だけどアリってしぶといじゃないですか。どっかからまた潜って出てきちゃうでしょ、うん、そうなんですね、多分そういうことになります。何万人という単位でいろんな組織がですね、うん、別にイスラム国最も凶悪ですけれども、うん、それに近い組織はいくつもあるんですね。で今シリアの中でみんなその戦い合っていると、うん、という状況ですので、いや今日は IS のメンバーじゃなかった人が明日は IS と同じことを考えているということは十分起きることなんで、じゃあそういうなんて言いますかね、暴力でそのイスラムに関して自分たちの主張を貫こうとしている人たちを全滅できるかって言ったら、そんなことしたら何千万といるんで無理です。それはで少なくとも IS と分かっている人たちを空爆等で、そうそうそう、これもね、アメリカもロシアも空爆はしてるけど地上部隊送ってないでしょ、はい、自分の国の兵隊さんに犠牲が出るの嫌なんですよ。だから現地の人を使ってるんですね、はい、でシリアの場合それは、クルド人というその民族の人たち、これをアメリカがバックアップして戦わせてるんですが、このクルド人の人たちは IS と戦うことが目的なんじゃないんです。自分たちの国を持つことが目的なんです。クルドの人たちというのはいろんなその大国の思惑の中で自分たちの国持てなかった人でしょ、でシリアの北部ってクルド人地帯ですから、はい、そこにいる人たちはなんとか自分たちの、まあ、すでにもう自治政府みたいなものは宣言してるんですが、ロジャワといって、ところがですね、これ今回のシリアの停戦合意ってロシアとトルコの間でやっていて、うん、その人たち外されてるんですよ。クルドの人たち外されてるんですか。はい、1月に和平交渉がカザフスタンの首都アスタナで開かれることになっていますが、そこにも招かれていないんです。私停戦和平って聞いて、うん、とてもいい方向に進んでるのかと思ってた。つまりブローカーであるトルコとロシアの2国だけです、出てくるのは。まあ、あとイランが出てきますけど、で大切な人が外されてる、ええ、でもちろんアサド政権は、ね、ロシアの側にいるわけですから、ロシアが代わりをしてればいいことになるんですが、クルドの人ってどのいずれの勢力とも違うわけですよ。でアメリカは都合よくその IS と戦わせるためだけに使って、もしはしごを外してしまうと、これまた大混乱になるんですね。あら、でもこのままだとはしご外す、外される恐れがあります。というのはですね、そのクルドの人たちというのはいわば兄弟みたいな組織がトルコで独立を掲げてずっとテロや暴力を続けてきた組織、 PKK という組織で、これ兄弟なんですね、はい、でこれまた困ったことに、アメリカはそのトルコ国内で活動している PKK はテロ組織だと認めてるんです。ところがシリアにいるこれ PYD という名前なんですけど、この組織はイスラム国と戦ってくれてるからいいんじゃないかって言ってるわけですよ。ダブルスタンダードだってなんか怒られそうですね。トルコ政府はダブルスタンダードと言ってものすごく激しく抗議してる。ところがアメリカ聞かない。だから先ほど言いましたけど、トルコは本来 NATO 北大西洋条約機構の加盟国でアメリカの同盟国なんですが、ここへ来てアメリカと非常に関係が悪くなって、その反動でロシアに今度はくっつき始めた。でロシアから見ると NATO の一角を切り崩したっていうのは、切り崩してるっていうことになる。そう、成功しちゃったんです。だからこれ全部がつながってるわけで、アメリカとロシアが今そのね、オバマさん
オバマさんじゃごめんなさい、はい、トランプさんとプーチンさんで、あ、これから仲良く行くのかなって、うん、そんな簡単な話ではなく、実は全く違いますね、つまり今度特に、まあ、トランプ次期大統領になってですね、はい、中東に対してどういう政策を取るか、うん、まだ今のところそれこそ占いの段階に過ぎないんですが、うん、一つはっきりしているのはおそらくイスラエルとの関係を強化するだろうということなんですね。トランプさんとイスラエルってどういうことですか？はい、あのイスラエル、もともとアメリカにはそのユダヤ人の力非常に強いですけれども、はい、あの今オバマ政権の最後のところで、うん、あのイスラエルって、まあ、本来はパレスチナと言われていたところにできているユダヤ人の国ですけれども、あのユダヤ人の入植がね、そのパレスチナ人たちが住んでいる地区にはみ出してずっと続いているわけですよ。でそれに対してついに国連がイスラエルを非難する決議、これね何度も案は出されたんですけど、アメリカが拒否権を行使してその決議案は取った試しがないんです、はい、もう40何回アメリカは拒否権使ってますから、パレスチナに関して。ところがね、最後の最後オバマ大統領拒否権使わなかったんですよ、棄権したんです、はい、棄権の場合には決議案これで多数決でやりますから通ったんです。通った。そうするとイスラエルは天下の前でですねついに非難されたんですよ。なるほど。でこれはイスラエルの現在ネタニエフ首相の政権、うん、アメリカを恨みますよね、うん、お前自分たちのバックについてくれるんじゃなかったのかと。でその決定が出た瞬間にトランプさんは、いやこの関係はおかしいと、自分が大統領になったらイスラエル守るからねと言ってるんです。はあ、ね、ですから、はあ、あの明らかにイスラエル寄りの政策を取ることになる。あの何のためにイスラエル寄りの政策を取るんですか？やっぱりトランプさんビジネスマンでしょ。あ、そうか、うん、イスラエルユダヤ系の人たちというのは大ビジネスマンも多くいますからね。これ敵に回したくないです。金融界もかなりユダヤ系ですよね、はい、ですからもうビジネスだっていうことで割り切って考えるとですね、イスラエルと結託するだろうなということはすぐ分かるわけで、でもしそうなった場合、そうなるとアメリカがイスラエルより、はい、トランプさんがイスラエルよりの政策を取ったなら、はい、うん、どうなります？つまりそうするとイスラエルって中東の中で周りは敵ばかりなんですよ、はい、まあ、比較的仲いいのヨルダンでと、まあ、トルコはまあ悪いとは言わないですけどね。だけどあと周り大体アラブ諸国はそのパレスチナ問題でパレスチナのアラブの人たちをいじめてきたと取っているわけですから、はい、当然関係良くない、はい、ですからイスラエルちっちゃな国ですけれども絶えずそのどっかから攻撃されるんじゃないかという恐怖感を持っているわけです、うん、おそらくあのイスラエルは核兵器を持っていますけれども、曖昧政策といって持ってるとも持ってないとも言わないんです、あの国は。で、イスラエルにとってこの国が危ないってイスラエルがですね、宣言したらアメリカはイスラエルの味方しますよ、必ず。で、今ね、その最大の焦点が実はイランという国なんです。イラン？はい。イランという国は、中東にあってですね、大国ですけれども、ずっと隠れて核開発をしているということで、国際社会から非難を浴びてきましたよね。はい、で、制裁措置も取られてきた。そのイランが核開発について止めるという合意を交わして、オバマ政権のアメリカは、イランに対する制裁を解除する方向で今動いていたところなんですね。これ大きな転換をオバマさん図って、はい、ただイスラエルはですね、はい、このイランこそ自分たちにとって最大の脅威だって言ってるんです、ね、もしイランが核を持ってしまうと当然これは発電ではなくて核兵器に使うだろう。でそうなるとイランはずっとある意味イスラエルを非難してきた国ですから、いつかイランからミサイルが飛んでくるんじゃないかという恐怖に怯えるんです。でつまりイスラエル側がですね、怖い怖いっていうことを言うと、じゃあ次のトランプさん何をするでしょう。イランとのその核開発に関する合意をですね、一旦白紙に戻すと、もうすでにトランプさんそういうふうに言ってるんです。言ってるんですね、はい、でイランとの緊張感は間違ってたと。だけどそれでまた制裁っていうことになると、イラン返す刀で核開発を始めますよね。そうですね、イランはそれこそ反発して核開発へってなりますよね、うん、せっかくですね原子力機関の監視の下でやっていくといったものをまた自分は勝手にやるっていうことになっちゃうと、さあどんどん緊張が高まってきます、はい、でイスラエルは我慢できなくなったところで、攻撃こそ最大の防御だと信じている国ですからね、うん、最悪のシナリオというのはイスラエルとイランとの間に軍事衝突が起きると。でそうなった場合アメリカはイスラエルを支援しなければならない。しかしイランは大国ですからね、はい、
そんな簡単にその軍事衝突でどうこうなる国ではないんで、そうなるといよいよイランって実はペルシャ湾に面しているんですよ、はい、で対岸はサウジアラビアなどの湾岸諸国になります、うんうん、そうするとですね、さあ、安保法制の時に問題になりましたよね。ペルシャ湾、ホルムズ海峡を渡ってくるタンカーを護衛するのは、なんでアメリカ軍に頼むんだと、自衛隊がやるんだと言ってましたよね。ああ、安倍さんが国会でこんなフリップ見せた。あの時は、少なくともイランを核開発についてのね、合意に従うと言っていた時ですから、あの想定は馬鹿げてたんですよ。そうですね、あんなことありえないっていう状況でした、あの時。ところが、はい、もし今後ですよ、トランプ大統領の政権になって、うん、そういうふうに非常に予期せぬその緊張が高まった場合、うん、確かにペルシャ湾の通行というのは危険になる可能性があります。でイランとその対岸のサウジアラビアは非常に今仲悪いんですね。でまたこの2つの国がお互い両方とも干渉したためにイエメンの内戦って泥沼になっちゃった。でそうなるとですね、まあ、イエメン自体はペルシャ湾に面していませんが、ペルシャ湾を挟んで緊張が高まっているところへ持ってきて、またイスラエルのその話が出てくると、うん、本当にそのペルシャ湾に不測の事態が起きるということは可能性として出てきてしまうんですね、うん、でそうなると、うん、にわかに安保法制で決めたことが現実味を帯びてくることになります。ただし、その嫌いの総会では済まないわけで、今度は本当に日本の海上自衛隊がですね、護衛しないとタンカーが通れないという事態になるかもしれない。しかもそれはどれを敵とするか分かりませんが、はい、発砲して守らないと通行できない、いよいよ戦争できる国に変貌を遂げるということになってしまうかもしれないんです。発砲して守るってなんか聞いたら、ま、守りだけかもしれないけど、相手はそれは攻めてきたって思いますよね。もちろんですね。今ちょっと話が中東から外れますが、南スーダンで、はい、日本の自衛隊がその国連の PKO に参加していて駆けつけ警護を認めましたよね、場合もですね、南スーダンでの問題っていうのははっきり言って、まあ、簡単に言っちゃえばですね、どっちが悪者かって言ったら政府側が悪者なんですよ、うん、政府側が一般の人をかなり傷つけてると、はい、で PKO を仮にそこに割って入りますよね、住民を守るために、うん、そうすると誰に向けて銃口を向けるんですか。南スーダン政府に向かって銃口を向けることになり得る。そうなんです。ところがこれは絶対にできないんです、憲法第9条は。そうでしょうね。武力行使をしちゃいけない、つまり相手が国の政府の場合戦っちゃいけないんです。はあ。そうすると武器の使用できないんですよ。にもかかわらず、そうそう、だからにもかかわらず、その武器の使用も含めた駆けつけ警護みたいなものを認めると言っちゃってるでしょ。だからいいですか、世界中でね、政府側が良くて反政府側が悪いとは限らないんですよ。そこですね。シリアだってそうですけど、政府軍側の方が圧倒的に多くの犠牲者を出しちゃってるわけ、はい、じゃあそういうところに介入した場合、日本国憲法の下では相手国の政府軍に対して銃口を向けるということはですよ、宣戦布告したことになっちゃうわけで、はい、日本の自衛隊なんぼなんでもそれできないですよね、うん、じゃあできないんだったら向こうのその政府軍が攻撃してくるのを一方的にやられたままになるのかと、これ非常に危険ですよね、だからそこのところね、全く国際情勢を無視したまま、もともといいですか、その良くも悪くも周回遅れだった日本がですね、突然そのトラックの中に出てきて、うん、さあ一緒に走るぞって言い出しちゃってるんで、うん、準備がいるんです、いろんなことを知るための、うん、じゃあどう判断するかというその国民の判断も、うん、実はそこのところすっ飛ばした上でやったんで、そうですね、事態がどん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 今先へ来ちゃって、さあトランプさん日本に応分の負担をしてもらうっていうのは、言ってますが、日本の国内での防衛だけとは限らないじゃないですか。つまりアメリカが本来ならば出て行っていた中東に、じゃあ日本も代わりにやってくれよ、お前のところだって石油輸入してるんだろうと、となったらどうします。そうか、たぬきワンワンさんという方がね、くださってるのは、トランプさんは在日米軍を撤退させるというような意味を言ってましたけど、これって沖縄から米軍がいなくなるっていう意味じゃなくて、日本にもっと金を、いやいや、もちろんです、出せ、あるいはもっと出ていけと、はい、外へ出ていけっていうことじゃないんですか。そうです、日本の沖縄にいる部隊は主に海兵隊ですけれども、うん、それは近くの韓国にもいますけど、韓国にいるのは地上軍、陸軍の方がいるわけですよ、アメリカ軍の、はい、アメリカから見るとやってる任務が違ってるんで、うん、そんな簡単に引きはしないですよね、うん、確かに
変な話、それこそですよ、今プーチンさんも出てきたわけでしょ、トランプさんと、うん、はい、でそのとプーチン大統領のロシアですよ、島返してもらいたかったら、なんしトルコみたいにですね、 NATO のメンバーだったのにロシアに接近してるわけですから、あれと同じことすれば、それ確かにオセロの黒が白になるぐらい全然違う方向に進めてるんですよね、うん、そういうことって起きうるんですよ今。はあ、もし日本が安全保障、日米安全保障条約をやめてですね、ロシアと接近しますと、うん、言ったら島の2つも帰ってくるでしょうし、沖縄から米軍が消えるんですよ。だけどその時には世界完全にその色分けが変わるっていうことですから、そんなことできませんよね、非現実的なこと でしかしその非現実的ではありますけれども、いやおうなくですね、ものすごく混乱した状況に巻き込まれてることは確かなんです。うん、そしてその今の日本の政府では追いつけないです、事態に。今の内藤さんの話を、はい、まず安倍さんに全部聞いてもらうこととあのトランプさんにレクチャーに行っていただかないといけないと思うんですけどトランプさんはなんかレクが嫌で、ね、うん、拒んでるなんていう話もありましたが、うん、だからそういうその世界が今どっちに向かってる、もう刻々と変わってるっていうところもありますね。うん、うん、これ竹内さんという方はね、はい、今後世界は新しい時代、つまり超自国主義っていうんですか、うんうん、アメリカファーストというようなことですね、自己中心的な、はいはい、そんな中で日本はどうなるんですか。あのね、はっきり言って日本も自国中心になったらいいんですが、その自国中心って今の憲法の精神守ることですよ、うん、はあ、つまり何週も遅れてるところから突然ね、その競争するトラックに出てきちゃって、うん、後ろから撃たれるわ前から撃たれるわっていう状態になることを考えたら、トラックに出ない方がいいわけです。だからそれって実は日本の現在の憲法を守りますと、もう何と言われようと守りますって言ってるのが一番、はいはい、実はおそらく正しい選択なんです。これトラックに出ないっていうのは、うん、なんかよく言うその弱腰だとかね、うん、そういう感覚ありますけど、みんながトラックに出なかったら本当にトラックで何も起こらないですよね、出てるトラックの上では今その転んだ選手を踏みつけて走っていくようなことが行われてるわけでしょ。はい、じゃあ日本も踏みつけるんですか。踏みつけるんですか、だからいや逆ですよ、そういうそのものすごく世界中が不安定になって、あちこちで軍事衝突が起きて、まあ、中東も崩壊してますし、次先ほど木村さんおっしゃったようにね、 EU も崩壊するかもしれない、うん、でそういう瀬戸際に立たされてるときに、逆にプリンシプル、原則ってなんだっていうことを持ってる国の方が強いんです、その原則がなんだろうと。はい、それは中国の原則は私が関心も好きじゃありませんが、うん、しかし中国があの大国で安定を保とうとすると、ああいうふうなやり方しなきゃせざるを得ないわけですよ、うん、で日本はじゃあどうやって安定を保つのかっていったら、はい、軍事力に頼らないで経済開発をしていくことだけなんですよ。それは戦後日本があの発展した時のやり方ですけれども、もちろん産業は変わりますけれども、うん、今から軍事力に乗り出したからといって、うん、勝てるわけないんですよ。でまた勝とうとする必要もない、うん、あの不要な不必要な敵を買ってしまうからです、それは。あのリスナーの方の中には、これからの世界で日本でテロが起きませんか、はい、っていうご質問もあるんですよ。あの正直言ってですね、可能性はあると思うんですよ、うん、であの今言ってのそのイスラムの過激派のテロに限りますが、どうしてかっていうとですね、あのヨーロッパでそういうテロリストがいるのって、ヨーロッパ社会がずいぶんイスラム教徒をいじめたっていう側面が出てくるんですね、必ず。ものすごくたくさんいますし、ところが日本の場合そんな数いないんですよ、はい、日本で過激化してしまうとしたら、インターネット上で得た情報を信じ込んだ場合です。はあ、これは国と関係ないですよね、自分の部屋のコンピューターの中の問題ですから、でそのイスラム教徒の人、あるいはイスラム教徒じゃない人でもですね、うん、そういうインターネットの中から出てくる、そのいやジハードの戦いと彼らが言うそのテロとかね、そういうのを起こして敵を倒すことで、あんた天国行けるんだっていうようなことを万が一信じた場合、起きうるんです、それは。ただ日本の国内でテロを起こすかどうか知りませんよ、しかしそういうテロリストの予備軍が日本から出てくることは確かです、うん、つまりそれどこからでも出てきうるということなんで、そういうことですね。さっき の,、はい、あのアリとブルドーザーの話はとてもよくわかりますね、はい、だから本当はね、いやだからアリ殺しちゃいけないわけで、アリと共存すればいいわけですよ、うん、むしろ刺されないようにね、アリ立って噛むとは限らないじゃないですか、うん、だから噛まれないような、アリも噛みたくならないようなね、社会にしてなきゃいけないんで、あの武力行使だけで相手を殲滅できるって絶対ないですよ、それは。それないってのは断言できるんで、で
しかも相手はその宗教でそう信じちゃってるわけでしょ、うん、その人たち の, そ, のそういう武力に訴える気持ちを抜こうと思ったら宗教を消さなきゃならないじゃないですか、うん、で 消せないですよ信仰って。でそうだとしたらね、うん、違う方法を考えるべきですよ。ある意味私たちが安心して暮らせる大きな武器は憲法だっていう。そうです、その通りなんです。それが内藤さんの考え、ね、ええ、いいですか。だってドイツのメルケル首相、今窮地に立たされてますけど、彼女だってね、あんなに難民入れたらね、そのドイツで批判が高まることを、EU が崩壊しかねないことを知ってるわけですよ。だから知らないはずないですからね、うんうん、にもかかわらずドイツとしては難民受け入れる責任があるんだと言って突っぱねてるでしょ、あれドイツの戦後っていうのを守ってるんですよ。そうか、原則を大切にぶれないで守るんだ。それは世界中どこに住んでても迫害を受けた人はドイツで庇護を請求できますよと、ドイツの憲法第16条に書いてあるからですよ。でそれ守ってるわけでしょ、だからその点で見ると今 EU の加盟国すごくグラグラしてますけど、メルケルさんだけはそのプリンシプルをあくまで守ろうとしている政治家ですね、その点で私尊敬してますけど、だから日本もね、これ市民が守らなきゃいけないんですよ。今の政権はグラグラしてますからね、その憲法変えるんだと言って、で変えてどこ行くんですかと。どこ行くんでしょう ねだってドイツの保守の政治家メルケルさんというのはドイツの戦後を守ってるから保守なんですよ。日本はどこ行くんですか、戦前守るんですか。そんなことありえないんですよ。だからそこのところが、ですから我々にとってその唯一の武器というのは憲法なんで、その今の憲法がずれてるとかなんとかって言ってる人はすでに周回遅れの目線でずれてると言ってるんで、あまりに遅れたためにですね、あの憲法を持ってることが貴重なんです今、世界中の紛争に手を突っ込まなかったという意味で遅れてはいたんですが、遅れてるがゆえに今最も先端的なのは日本の憲法になってしまったと。なるほど。今日は世界各国のジャーナリストにお話を伺っております。今度は台北とつなぎます。台北にお住まいのジャーナリスト本田義彦さんにいろいろ東アジアのお話を伺いたいと思います。本田さん、はい、明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず今年の日本の経済を占う意味で伺いたいんですけど、中国からの旅行客がもうたくさんまあ来てくださってて、いろんなものも買ってくださるっていう面で、はい、日本の経済支えられてる部分大きいと思うんですけど、中国の経済ってまだまだ大丈夫なんですか？バブルはいつか崩壊するなんて話もずっとありますが、どうなんでしょう？バブル崩壊についてはですね、こちら台北でも以前ほどのような勢いがないと、特に不動産面で、厳しい局面が来ているという説があります。ただその一方でですね、中国まだ6% 台の成長率があるので、当分はそれが続くんじゃないかというそういう楽観説もありますよね。で今中国は特に内需の拡大を図ることで経済成長を維持しようとしていますので、それが当局の非常に強力な舵取りのもと、どこまで持つのか、どこまで成功するのかというのがこれからの、注目点だと思います。そんな中でトランプ次期大統領がいろいろびっくりする発言はなさいますけれども、中国については一つの中国という考え方に縛られる必要はないんだ、そういう発言がありましたよね。ありましたね。12月11日ですね、アメリカの FOX ニュースというテレビ局、テレビニュースのインタビューに対して、その南シナ海の領有権問題、もしくはその米中間の貿易関係で中国側が譲歩をしない場合、アメリカ側がその今までのいわゆるその一つの中国に代表される政策に縛られる必要はないと言いました。つまり、この中国っていうのは、どうぞ。じゃあ一つの中国っていうのはつまりその台湾は、国ではなくて中国の一部だよという中国の主張をアメリカはずっと受け入れてきてるよっていうそういう意味ですよね。簡単に言うとそうなります。受け入れるというか、それを尊重する、尊重するとあるいは理解します。これはそれぞれの国によって表現方法は違うんですが、まるまる受け入れるということはしなくても、それには反対しないと言った方がいいかと思います。で今までアメリカはその対中国政策、これは台湾も含めてなんですけれども、一つの中国、そして台湾に対しては
防衛性の武器の供給を定めた台湾関係法という国内法があるんですが、1979年にアメリカと、台湾中華民国が国交を断絶した時にですね、はい、この国内法で、台湾に、武器は供与するんだというふうなことを定めました。そうなんですか、つまりアメリカと台湾国交はないけど武器はアメリカから台湾に売っていいっていう、そういうルールなんですか。あくまでも防衛性という限定はつくんですけれども、やがてその武器の供給量も減らすんだというふうなことを上海コミュニケという、これはニクソンが、北京を訪問した時に交わした文書の中で謳ってはいるんですが、一つの中国、そして上海コミュニケ、そして先ほど申し上げた台湾関係法、この3つがですね、セットになって今までのアメリカの中国政策を、基本をなしていたんですね。それを、これから、トランプさんは中国との関係を進めるにあたって、一つの取引の材料として、中国がもし譲歩しないんだったら、うちも別の考えがあるという、そういうふうな言い方をしたんですよね。これは中国、また台湾ではどんなふうに受け取られたんですか。そうですね、まず中国はもうこれはもう想像がつく通りかなり強く反発しました、はい。まだアメリカの大統領に就任していないということもありますので、それほど声を荒げるとまではいかなかったんですけども、やはりその非常に警戒を、強めています。というのは中国はですね、今回トランプ氏が、当選した時ですね、日本もそうだと思うんですけど、日本台湾は非常に偉大な結果だと、むしろこれからどうなるんだろうという不安を強めたところがあったんですが、中国は割と静観していても、なんか実はなんとなく歓迎するんじゃないか、そういうふうな空気さえあったんですね。それがトランプさんが中国政策で、一つの中国、一番根幹のところにも触れるような発言をしたので、その辺で態度を非常に硬化させた点はあると思います。で、一方の台湾側なんですが、この一つの中国というのが、台湾 そのアメリカとの関係を束縛してきたということで、そういう認識を持つ人は、その一つの中国がなくなることで、アメリカとこれまで以上に高いレベルで の関係ができるんじゃないかと期待する人もいますが、その一方でですね、一つの中国が米中 の交渉の材料になるということは、台湾もその交渉の駒になるんじゃないかということで、非常にその不安がある人もいます。ですからこの点について台湾側は反応はかなり分かれていますね。駒にされたらね。そうですよね。だって、内藤です。一つお伺いしたいんですけど、その経済規模から言ったらね、大陸側、良くも悪くもですけど、こっちが圧倒的に大きいわけで、その点で台湾の人から見ると、やっぱり駒にされる不安、結局そういう政治的な材料に使われて、何がメリットになる、なりうると、思っているんでしょうか。駒になるということは、もちろんそのアメリカ の、保護というか庇護というのがあるという前提になるんですが、その辺でそのアメリカは今まで以上に台湾に関与してくるんじゃないかという期待を持つ人はいます。それ軍事的なですか。そうです、そうです。軍事的な、ただですね、この一つの中国の扱い、特にその台湾をこれからどういうふうに台湾と関わっていくか、もしその台湾を守るという前提で一つの中国を放棄するというふうになりますと、これは実はトランプさんが今まで発言したこと、あるいはそのこれからおそらく進めるであろうことと矛盾が生じてくると、考えています。というのはトランプさんは選挙期間中、在韓米軍の極端な話、その撤収であるとか、あるいは日韓両国の、核武装の模様を結ぶみたいなことを言って、非常にその日本韓国に動揺を与えたことがありますが、この背景にあるのはやはりもう今アメリカとてもその世界の警察をするだけのコスト、お金がないと、特にトランプさん その内政政策っていうのは減税をして、で大規模公共建設やって、それでそのみんなの手売りを増やしましょうというところがあるので、それは資金はどこから来るかというと、やはり米軍を海外の米軍をどれだけそのコントロールして、できればその縮小するというところにかかってくるかと思うんですね。ですからそういうふうに仮にその舵を切った場合、一つの中国を放棄して台湾にこれまで以上にっていうのは、根本的なところで大きな矛盾が生じています。そうですね、
アメリカがもう世界の警察官やってられへんわということで、引いていった場合にね、東アジアのこう軍事的なそのバランスっていうものが崩れるのか、例えば南シナ海のあたりでなんか不穏なことになりはしないか、そのあたりのところを中国あるいはその東アジア全体について本田さんどういうふうに見ていらっしゃいますか？そうですね、まず中国は今回そのトランプ当選後その暗に陰で実は喜んでいたんじゃないかという感じが背景として、まず一つはその南シナ海の話がありますよね、はい、ハーグの国際法廷で、中国の訴えは完全に、退けられたんですけれども、その後フィリピンでドゥテルテ政権が発足しました。で、新しい大統領は今中国に非常にその歩み寄る姿勢を見せています。そうでしょうね。でその中で、トランプさん何を、これからやるかわからないけれども、中国側はですね、トランプ政権発足の背景というのは、うん、アメリカの衰退 の一種の裏返しじゃないかというふうに考えています。アメリカの衰退、はい、つまりアメリカ、私たちのイメージにある戦後70年のアメリカというのはやはりその強くて豊かなアメリカだったわけですが、今回の選挙を通じてアメリカに今までその貧しいとなると例えばその黒人層あるいはヒスパニックといったマイノリティだったのが、白人層の中にも実は非常にその社会の底辺で気取っている人がいるというのが明らかになってきたと思うんですが、中国側もその辺を非常にその注視しているような感じがあるんですね。ですからトランプ氏が当選した、つまりアメリカが以前よりも弱くなっているんじゃないかということは、東シナ海で強く出ても大丈夫だと、そういう判断があるような感じがします。はあ、そういう思惑が中国からはあると、はい、そうなるとそれは、当然その、日米、安保条約に代表される日米の関係あるいはその、米韓ですよね、この辺にもどういう影響があるかというのを中国はずっと見据えていると思います。で日米関係といいますと、例えば先ほど話題に上りました台湾ですとか、あと尖閣諸島の話とかいろんなことが関わってくるんですけれども、今後の日米関係についてですね、これはトランプ氏がもう共和党の候補になるはるか前にどうなるかというのを予測した本というのが実は出てまして、シンガポールのリ・クアンユー元首相、2015年に亡くなったリ・クアンユーさんがですね、生前に出した本の中で、20年後もしアメリカが経済的に、だいぶ弱って日米関係が弱いものとなったらどうなるだろうかという記者の質問に対してこう答えてるんですね。もちろんそのアメリカがその急速にその劣れるかどうかというのはそれはその時の状況によるんだけれども、もし日米関係が弱くなった場合、おそらく日本は中国との間で何らかの妥協点を見出そうとするだろうと。でそれはもしかすると中国に頭を下げるような形になるのかもしれない。これは日本側から聞くとなかなかあまり面白くない話なんですけれども、リ・クアンユーさん、小さなシンガポールを東南アジア随一 の経済大国に育て上げた方で、非常にその堅実的なビジョンを持っていることを知られているんですが、彼はトランプさんが大統領選挙に出る出ない以前の段階から、そのようなアメリカとして の行く末というのを見据えて予測をしていますね。それはある意味日本がこう中国の方に少し寄っていかないと、逆に言うと衝突してしまうというか、安定できないっていう、そういうことなんかもしれませんよね。そうかもしれませんね。少なくとも今までのようにそのアメリカがほぼ無条件に日米安保条約のもと、その日本の防衛に協力してくれるという状況が続くかどうかは分からなくなると。そうなると日本としても当然安全保障を考え直さなければいけないので、その結果として何らかの妥協点を見出そうとするんじゃないかと。ただその一方でですね、仮にそのこれもリクアインさん の予言というかその本の中に書いてるんですが、仮にその日米同盟が弱くなって、日本がそのアメリカの傘で完全に守られることがなくなった場合、日本はもしかすると核武装の、可能性を模索するかもしれない。で仮にそういうふうに触れた場合ですね、もちろん中国なんか反対するかもしれないけど、当然それは日本の権利なので、中国がそれを阻害することはできないだろうと。となると日中間で
ある程度の規模 の軍拡競争があるかもしれないというふうな点も指摘しておられます。いずれにしろかなり不安定な流動的な状況が、続く可能性はありますね。台湾の政権自体は非常にどうも支持が低いようですけど、今台湾の人たちってそういう今本田さんおっしゃったようなことを見据えて世界の中でどうやって生き残っていく道を選択しようとしていますか。そうですね、今の蔡英文政権昨年の5月発足した段階で非常にその高い支持率、高い期待を集めていたんですが、やっぱりその経済が好転しない、景気改善の目処が立たないということでなかなか今支持率ちょっと低いところになっています、はい。政府系のシンクタンクの調査で 30% 台で、テレビ局の調査で就任半年で 26% ですかね、それぐらいですね。でその経済と申しましたが、やっぱりその台湾経済がその中国大陸の市場と非常に緊密に結びついている。で今の政権が中国と距離を置こうと、いうふうに舵を切ったことで中台関係がかなり冷え込むことが予想されていますので、結局それで、経済が上向かない、で暮らしが改善されない、でそれが人々 の, その、不満というのか、を煽るという悪循環が今ついていると思います。でその中でじゃあ中国といよいよその距離を置いて今まで以上に日米との関係を深めたらいいのか、あるいはやはりその中国との関係を、ある程度その安定させて、やっていった方がいいのか、その辺は台湾でもですね、実は議論が非常に分かれていまして、万能薬特効薬というのが見出せない状況なんですね。中国との距離感をどう取るかって、台湾ももちろん、で日本も先ほどの、軍事的なお話でもすごく難しくなっていくだろうと。でその例えば、アメリカがどんどん撤退していく中で、南シナ海のバランスが崩れてきたときに中国はもうちょっと強く出てもいいかなと思って出てきたら、さっきの選択肢、リー・クアンユーさんがおっしゃった選択肢2つありましたけど、私なんかが思うのは、今だったらその中国に頭下げる政権っていうのはなかなか日本の中でこううまくいかないんじゃないかと、ね、皆さんがそれを OK としない、核武装まではいかなくともかなり中国に対して強い態度で軍事的には出ていくっていう可能性あると思うんですけど、例えばそういう日本の立ち位置を中国や、アジア諸国はどう見るんですかね。そうですね、やっぱりそのアメリカとの関係、日本とアメリカとの関係はこれからどうなるだろうというのがその一番見据えているところの奥にあると思うんですが、やはりこれ台湾あるいはその中国大陸の方いろいろ話を聞きますけど、やはり彼らもそのトランプさんがこれからどうするのか見えてないと、ということで日本政府がこれからアメリカとどういう関係を構築しあるいは維持していくかということについてもやはりその不透明感が強いので、いずれもそのなんていうんですかね、どうなればという仮説のもとの話が出てこないんですよね。はい。ただ一つ言えることは、日米関係は今までなかった局面をもしかすると考えなければいけない時代が来るかもしれない、それは日本だけじゃなくてお隣の韓国であり台湾であり、そして中国もそうだと思うんですけれども、流動化する、不安定な状況の中でそれぞれがアメリカとの関係、そして、向き合うもう一つの大国、それはその中国であったりもしかしたらロシアかもしれないんですけれども、その中でのその己の立ち位置というものをもう一度見直す、これからの4年間になっていくんじゃないかなというふうな感じがしますね。今まで安全保障といったら、アメリカとの関係さえ考えときゃいいのかみたいなもう何週も遅れてますね、私なんかそんな思いは。日本はこれ今その右と左というそのカテゴライズがまだあるかどうか別として、いわゆるその、右の人というのは、国家の安全保障という点からその日米安全保障条約があるのが当たり前だというところがあったと思うんですね。で左の人もその自衛隊に代表されるその、武力の拡大を抑えるという意味からも、アメリカに守ってもらうのが当たり前というふうな、いわゆる右も左もその日米安保を、日常的なものとして、強く意識することを、あえて下げてきたところがあるような気がするんですね。でこれからその辺に我々はどこまでその向き合わなければいけないのか、もちろんそれは日本だけではないんですけれども、今までなかった
あの作業をしていくことになるんじゃないかと思います。そうですよね。でもそしたらね、内藤さん、それこそ東アジア全体の安全保障みたいな、全然違う枠組みが考えられはしないんですか？いきなりそれやるの多分無理なんですよ。無理なんだ。だから例えばね、さっきのフィリピンがあれだけ中国非難してたのに、で明らかに国際法上はフィリピンの勝ちだったのにコロッと寝返ったじゃないですか、はい、でね、あれ別にそのフィリピンの節操がないって攻めても仕方がないわけで、やっぱりフィリピン政府としてなぜそういうあの方向を取ったのかっていうのを我々冷静に見ないといけないわけですよね。つまり筋論でだけ考えてて、その左の人と右の人が各々その筋を言ってても、はい、あの世界の方がどん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 こう変わってっちゃうわけで、あれと思った時にフィリピンは中国に頭下げていたみたいなね、いやだから下げろってなりませんが、あのもっと複合的に見てないと、だから例えばその台湾の立ち位置って非常に難しいわけで、フィリピンみたいにじゃあ頭下げますってわけにいかないですよね、中国に。ですからそういう立場の台湾はじゃあどこを向こうとしているのかということもね、あのやっぱり、ね、フィリピンのケースや台湾のケース、韓国のケースなんかをよく我々吟味しないといけないんで、それにはあまりにちょっと情報がないですよね。知らなすぎます。私自身は全く本当に分かっていない、そういう目で今まで見たことがなかったですね。今本田さんおっしゃったように、だからその日米安保のことだけ考えてて世界見てないんですよ、でしかも日米安保についてもかなり、なんていうかな、関連的な話が多くて、現実にどういうふうに動くかっていう、だからトランプさんそこに爆弾投げちゃってるわけですから、何がどうなるかっていうことをね。なるほど。本田さん、はい、本田さん、まあアジアの国々いろいろ見てらっしゃって、その中で今の日本はどんなふうに見えますか？そうですね、やはりその台湾から見ると日本はアジアの大国、中国大陸と、並ぶ、技術水準などは中国よりも優位に立っているとは思うんですが、それでもですね、やはりその中国がここまでそのアジアで存在感を増したってことは近代以降例がなかったことだと思うんですね。でその中で日本としても中国のその膨張というものは理屈では受け入れているけれども、やはりその感情的な面で、情緒的な面ではまだその適応できていないような感じがします。そうですね。でその中で、日本がいかにして中国と渡り合っていけるのか、共存していけるのか、それはもちろんアメリカとの関係もありますが、今までその考えてこなかった、あまりその考える必要なかった日中の関係ですね、どうやって向き合うかというのと、おそらく日本はこれから考えることを求められるんだろうし、外から見ていると今そこで悩み、そして佇んでいるような感じがします。なるほど。どうもありがとうございました。ありがとうございました。台北在住ジャーナリスト本田義彦さんに伺いました。今日は6時半からお送りしてまいりました報道するラジオ新春スペシャル、トランプで世界を占う、最終コーナーにたどり着きましたが、ラジオネームケンさんという方がくださいました、はい、いや、明けましておめでとうございますと言いたいところなんですが、今後の日本の行方が心配です。いつまでも日本だけが平和でいられるなんてないんだな、あるいはテロが日本でも起きて日本も戦争に向かっているような気がしてならないんですというふうにくださいました。私も今日は世界各国の方たちジャーナリストのお話聞いて、とても不安定な中に今私がいるんだなというのを実感しました、ただですね、そうであればこそ、やっぱり世界で何が起きているかを学ばなきゃいけないんですよ、でまた報道機関の側それを報道してくれないと、市民が情報を得られませんからね。今まで割とこうアメリカの情報をもらってれば大丈夫、というところがあったのかなって。全くそうはいかない。いかないですね。アメリカがその中国に対して何か言った、そうすると中国どう反応してるのか、台湾どう反応してるのか、フィリピンどう反応してるのか、それらの中でやっぱり東アジアのね、を見ていくっていう視点どうしても必要になりますよね、それから先ほどちょっとお話したその中東の情勢非常に悪いと言いましたけれども、そこから出てきた難民の人たちがヨーロッパに押し寄せたこと、2015年は100万人を超える難民の人たちがヨーロッパに押し寄せましたけれども、その難民たちをどういうふうに受け入れるかをめぐってヨーロッパ EU がガタガタになってしまった。そうですね。イギリスは出てってしまう、でそういう
ことはね、つまりどこかの一つの国で起きてること、あるいはその周りの国を含めた地域で起きてることが全然違うところに波及しちゃってるってことなんですよ。そうですね、波及の仕方がものすごい大きい、ものすごいその大規模で、しかもスピードが速い、でそれに対してどう見たらいいのかっていうことがね、分からなくなっちゃうんですよ。例えばヨーロッパにね、難民の人たち押し寄せますよね、うん、でこの難民の人たちの元ってだからシリアの内戦であり、あるいはそのリビアの内戦であるわけですよね。しかし、はい、じゃあ例えばフランスやドイツやオランダの人がリビアってどんなとこ、シリアってどんなとこって言った時に知ってるかっていうと、やっぱり知らないんですよ。知らないだけでそこから異質な人たちがドーッと押し寄せてきたとなると、それはもうあの感情的に不安定になって、いや出てってほしい出てってほしいという人たち出てきますよね。それをポピュリストの政治家たちが今度利用してわっと出てくるわけですよね。そうするとそこに自国中心主義って言いますけど、無理があるわけです。そしてね、あの今日も情報で見たのは、あのトランプさんはですね、うん、今までツイッターで過激な発言どんどんしてきて、うん、まあそれをテコにして人気に出しましたけど、就任しても正式に就任してもツイッターで政策を述べるってなんかもうこの世界は、うん、どういうふうにして動いてんだろうっていうことも含めてね、ものすごく各国の立ち位置もどんどん変わっていく。 それを私たち、あの自分たちの身の回りだけの話じゃとてもとても判断できないですね、うん、だ自分の生き方決めるためにも世界の情勢を本当に知っておきたい。あのいろんな国あるいろんな社会のね、そうですね、異質なものをそうですちゃんと受け止めなきゃいけないんですね、はい、報道するラジオ、来週はまたいつものように月曜日の夜8時からお届けいたします。内藤先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。